はい、では、皆さん着席されたということで始めたいと思います。皆さん改めましておはようございます。はい、Zoom の方もおはようございます。今日は、まあ、こうトリカフェで定期的に、小さい勉強会をやってるんですけれども、まあ、久しぶりにまあ、占いの話なんか、まあ、結構人気があるらしくてみんな好きらしいんでまあ久しぶりにやったらいいかなということで、まあ、開催したというそういう次第ですけど、あれ今日スケジュールない、タイムスケジュールが2時間でいいんだっけ。12時半まで喋れるんだ。でその後ランチになります。はい、っていう2時間半っていう感じなので、結構余裕があるといえば余裕があり、2時間半って結構長い、余裕があると余裕があり、余裕がないといえば余裕がないみたいな、そんな講義になると思います。まあ、余裕がない理由はですね、ちょっとデモンストレーションというか、はい、皆さんの何て言うかな、占い内容を、まあ、ちょっと見るっていう時間をね、まあ、取ろうと思ってるんですけど、でそれはまあその講義の中でも、まあ、ちょっと時間取って、でまあ多分食事の時もなんか見てほしいみたいな話がね、まあ、あるんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう風な時間を取ると一気に時間が過ぎていっちゃうので、まあ、時間足りないかもみたいな、まあ、そんなイメージですかね。なんかその辺の加減がちょっと今日は微妙なんですけど、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、あれ、くまちゃん、はい、なんやっけ、手とか見たらそれ動画で流れるんだっけ。手ぐらいは見てしまうけど、はい、手も嫌な人います。いや、でも俺結構なんか全国ネットで叩き潰すかもしれないから。顔は名前は P で、まあ、顔はない方、顔はない方、モザイク一応かけますが、もうかけらでも1% でも出たくない人は名乗り出ない方がいい、ね、名乗り出ない方がいい、なるほどね。あと、いじってほしいっていう人とか、逆に名乗り出るとちゃんと読むみたいな感じにはなると思うので、まあ、そんな感じで、はい、考えてもらえればなというふうに思います。で、もう時間なんで始めていきたいですけど、この中に、占い師っていう人いますか。本気で占い師っていう人、あ、いない、占いの勉強、あ、占い師も手挙げてるな、一人手挙げてますね。占いの勉強をしたことがあるっていう人、どれぐらいのレベル、勉強したことがある、何、なんか他の人の動画とかそういうの見てるっていう感じ、はい、本読んでる、占いの本読んだことある人、あ、結構いますね、あれ消えた、あ、これ、はい、はい、私も占い師をちゃんと一応やっておりまして、はい、お金もらって占うこともあったりとかするわけなんですけれども、まあ、私は一応医者になりますので、まあ、医者という、まあ、仕事をですね、ちゃんと見越した上で、まあ、占いとか、まあ、占星術とかですね、まあ、そういうのを、まあ、使ってるような、まあ、そういう感じになります。だからちょっと視点が違ったりとか、はい、見るとこっていうのかな、はい、重要視するところが違うっていうのがあると思いますけど、その辺も踏まえながら、まあ、なんか参考にしていっていただければいいのかなという風に、はい、で、まあ、スライド自身はね40枚ちょっとでそんなに多くないんですよ。2時間半だと絶対時間が余るぐらいの、まあ、感じなんですけど、まあ、その他の時間をですね、あれに今言ったようなやつに当てたいというふうに思いますので、ご協力よろしくお願いします。じゃあどう座ってよ、はい、奥に来ないともう座るとこないので、はい、あ、はい、どっちにしますか。
あ、できないどこにしよう。あ、ここはい、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 じゃあ、奥にいいですか。はい、じゃあ、これで始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ズームの方もこれで共有できてますか。もし共有できてなかったら、くまちゃんが共同ホストでやってるので、チャットに書き込んでもらえれば、なんとかな、こちらである程度対応するようにはしますので、よろしくお願いします。はい、これ私のね、勉強したものっていう、ことなんですけど、まあ私、まあ、一応ね、本当に西洋医学の、はい、医師免許を持ってまして、勤務医も何年もやったっていうのはあるんですけど、基本的にやる気なかったから、いわゆるこう他の医学とかね結構勉強しました。でやっぱ最初はですね、東洋医学なんですよね、医者の4年目の時かな。でそれは今でも使っているっていう感じなので、まあ私にとっては、重要な考え方にはなってるわけなんですけど、この、東洋医学の概念を結構私はいろんな、占いの中には、まあ、応用してるというか、まあ、そういうところはあるかなと思います。でそれをこうくっつけて見るっていうのは、多分こういろんな占い書とか占いを身につけるためのセミナーみたいなやつあると思うんですけど、まあ、そういうふうなものにはあまりこう紹介されることはないと思います。まあ占い教える時も基本に忠実に多分やったりとか、その人のね、はい、解釈はどんどん入ってきてやることになるから、そういうことはあんまないと思いますけど、まあ僕の中には結構入ってくるので、それをまあ見越して聞いてもらったらまあいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、でまあ、この辺はね、まあ、今日の占いとはあんまり関係ないんですけど、まあ、こういうここに書いてあることを、まあ、やってきたわけなんですけど、その中に、まあ、占いが実際に入ってくる。でこれを最初にやりだした何年ぐらい前かな、あれ2014か15ぐらいですね。だから何年前ですか、8年ぐらい前ですか、はい、っていうぐらいからやりだして、最初はね、まあ、その先生術なんか一緒にたまたま講演した人がちょっと占いの話をしてて、まあ、先生術の話をしてたんだけど、その先生術の話を聞きながら、いやこれなんか東洋医学と全く変わらんなっていうふうに、はい、まあ、思ったのがまず最初でして、あ、だから頭に入ってきやすかったんですよね、はい、っていうところからやりだしたのが、まあ、最初なんですが、はい、で東洋医学の中にはその、まあ、今日ですね、何やっけ、先生術の、 初歩のとこと数秘と人相も一応スライドちょっとだけ入れましたけど、人相はね見ません、後でまた言いますけども。であと手相か、はい、で手相なんかは東洋手相ってやつがあるので、それはね東洋学やってる中でも、まあ、結構やってたから、まあ、その辺を、まあ、僕はなんか組み合わせながらやってるという、そういう感じなんですけれどもだから東洋学はまあ占いに対してこうなんか非常に適用しやすかったっていうのが最初だったと思いますね。はい、で今日はですね、今言ったように、4つというか、まあ、基本的には3つになるんですけど、その、占いの話を、していきます。でそれも、今日で全部勉強するというか学ぶのは、無理だと思います。多分手挙げた人はどこかで見てるから、そういうのをね、まあ、身につけてんじゃないかと思うけど、もしかしたらその人たちにとってはちょっとこうなんていうかな、物足りないかもしれません、はい、でも、素人の人に合わせなきゃいけないので、まあ、その辺はちょっとご理解いただければなというふうに思いますけど、最初はですね、先生術の話からしていきます。これ西洋先生術ですね。でさっき言ったように8年ぐらい前に僕が面白いなと思ってやりだしたっていうのが最初なんですけど、それがこう似てるっていうふうなのはこの基本理論みたいなやつが似てるからなんですね。でここにはそれが書いてあるんですけど、これまあ4元素理論とかっていうふうに言いますけれども、まあ、地水火風4つのエレメントがあって万物が成立してるっていう、これはヨーロッパとかで古くからある考え方ですけど、まあ、これが東洋医学でいう五行論ってやつですね。陰陽五行っていう言葉がありますけど、木火土金水ってそのエレメントがあって万物が成立してるっていうこの考え方にこう結構近いんですよね、っていうふうなのがあって、
まあ、あの同じような、セオリーのもとに、考えていけば解釈がこう一気に速くなると、まあ、いうことから、まあ、やりだしたのが最初だと思います。で、4元素表の基本だけ説明しておくと、まあ、治水化風の、意味っていうのはここに書いてるようなもうイメージ通りでいいです。本当素人のイメージ大事にしてください。はい、でそれはそれとして、なんだっけ、上の2つが陰の要素を持ってる、下の2つが よく活動するようなイメージですかっていうことになり、左は湿ってるから、まあ、水っていう形になってますけど、右は乾いてるから油とかっていうふうな書き方をすることがあります。で四元素表は真ん中に集まっていくほど動かないっていう、そういう特徴を持っていて、周りに広がっていけば広がっていくほど、はい、広がっていくほど、活動的になっていくっていう、そういう風な特徴を持ってる。これが四元素表の、まあ、基本っていうことになるんですね。で、まあ、僕もね、何冊かというかな、いろんな、 なんかブログ見たりとかね、まあ、占いの本とか先生の本とか読んだりとかしましたけども、なんていうのかな、とにかくね、あのプロになればなるほどですね、もう解釈がね、なんでその解釈になるんだっていう風な、そういう解釈が出てくることが多い。自己解釈がどんどん慣れていけば慣れていくほど広がっていくから、そうすると何でも当てはまるように、はい、まあ、聞こえるように、そうやって解釈することが多くなるんですね、はい、なんだけど僕は、まあ、医者として使ってますし、それ何でも当たって儲けるみたいな、そういう風なことのためにやってるわけではないので、そういうことはあまりやりません、はい、でそれよりはもうとにかくあのちょっと基本に忠実にっていうか、まあ、そういうところから考えるのが一つで、もう一つは、なんていうかな、精神療法的に使ってますので、はい、あのなんていうかな、まあ、占いの世界にはこう禁言があってですね、占いが外れてるとか、私この占いと違うとか、この本読んでも私が当てはまってるように見えないみたいな、まあ、そういうようなことを言う人がね、まあ、世の中に結構いるんじゃないかなというふうに思うんですけど、その時に占いの禁言としては、本人と占いがずれてる場合は占いが正しくて本人が間違ってるっていう、そういう禁言があります。はい、占いが正しい、はい、っていうことなんですね。でそれをですね、まあ、私がね、まあ、あの専門的にね、日本、あの全国で教えてる精神療法の考え方からすると、占いって例えば先生もそうですけど、あの月日、あの何月何日に生まれて何時に例えば生まれたとかっていうようなことを、まあ、元にして、その星の位置があってね、それから本人の、まあ、いろんな性格とかですね、どんな価値観かっていうことを読んでいくような形になるわけなんですが、まあ、それはその生まれた日のことを入力してますから、非常にその生まれた日の影響が強いというふうに考えますね。でなんだけど精神療法の世界では本人がいたら、本人がこう0歳0日目で赤ちゃんとして生まれてきました。そうしたらその人はその人のその本当の星とか、それにある程度基づいた性格っていうのを、まあ、持ってるわけだ。でそれで本来は育っていくということになるわけ、なるはずなんですが、なんだけど実際にはいろいろ家庭の問題とか環境の問題とかいろいろあることになりますので、そうするとですね、0歳のもう1日目ぐらいからどん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 演技をして自分をごまかしたりとか嘘をついていくとか、環境に適合して合わせていくっていうふうに、そういうふうにして行動パターンを変えていくというふうな、そういう取り方をします。はい、だからその占いが正しいっていうのは、もともと持っている0歳0日目の本人っていうのを表しているんだけれども、それをどん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 変わっていくということになるから、今例えば30歳の人がいるとして、全然私この占いでは合わないわみたいなっていう感じで、何をどう見てもじゃああなた日の人じゃないみたいな、で生まれを見たらね、はい、なんだけど全然日っぽくないみたいな話を言ったら、嘘をつくのを30年慣れきってるっていう、そういうことになるわけですよ。はい、まあ、そういうふうなイメージで、まあ、解釈していかなきゃいけないので、まあ、占いの方が正しいみたいな、そういう解釈の仕方になるんですね。はい、で、まあ、このね4元素に全部どんな要素でもね当てはめていくことはできるわけで、これ5行の、理論と一緒で、まあ、いわゆるこうフラクタル理論とか言いますけどね、全部こう相似系で、周波数が同じだと同じような形になるみたいな、そういう理論とつながってる話なんですけど、まあ、星座をですね、当てはめる十二星座、行動十二星座当てはめると、まあ、こういうふうな、はい、星座配列になります。で、一応ですね、これどうなってるかな、ちょっと順番がですね適当だってるかもしれないけど、この日で言いますと、ペンとかなんか棒とかなんかね、
日で言いますと不動の、あ、ごめんなさいね、不動の、不動の日と活動の日と、まあ、要は日本語では流動とかって言いますけれどもっていう日の要素を持ってる星座の3つがある。でこっちも同じで不動の、なんだっけ、土の星座と流動の土の星座とで活動の土の星座と、まあ、そうやってこう3つあるっていう、まあ、そうやってこう広がっていくようなそういうふうな形になるんですけど、順番にいくとですね、不動の日は獅子座になります。で流動の日は射手座になります。で活動の日がお羊座になる、はい、っていう感じ で不動の土は、お牛座になり、流動の土は乙女座になり、でほいで、活動の土はヤギ座になる、はい、でこっち、水で言えば、不動の水はサソリ座になり、流動の水は魚座になり、で活動の水はカニ座になるでこっちの不動の風でいくと、不動の風は水亀座で、真ん中流動の風が双子座で、で活動の風が天秤座。その活動流動不動っていうのもその日本語のイメージ通りで、あ、別に大丈夫です、あ、これもいただきました、はい、っていう形に、で考えていくっていうのが星座配列の、まあ、基本っていうことになりますね。ただまあこれだけで、占星術っていうのを見るわけじゃないんですけど、基本これがまず分かんないと話が進まないっていうことなんですよね。はい、で星座の特徴をすごい簡単に表すとというか、私のこれ本とかSNS によう載っけてて、はい、昔この記事上げたらなんか1万シェアぐらいされた覚えがありますね、はい、でまあみんな占い好きなんだなと思いましたけど、まあ、これ昔ね、ジャンプっていうその少年誌ありましたけど、ジャンプっていう少年誌に何だっけ、セイントセイヤっていう、はい、有名な何こう星座のね戦士が戦うっていう漫画があったんですけど、まあ、それに照らし合わせて書いたらまあなんかお受けしたみたいな、まあ、そんな感じの記事になってる。まあ、だから車田正美って人は、漫画を書いてたんですけど、一応車田正美って人はちゃんと星座の勉強を最低限してあれ書いたんだなっていうことがまあすごくよくわかる内容になってますね。はい、で、まずお羊座、まあ、大体お羊座からテレビでも出てくると思うんで、まあ、最初であり、まあ、はっきり言って、まあ、一番活動、火の活動ですから、はい、まあ、なんか王様的な、はい、要素がある、星座がお羊座になりますね。はい、でだから独立的でこうエネルギーに満ちて、はい、でリーダーみたいな、まあ、そんな感じ、王様っちゃ聞こえはいいけど、でもなんか何もう鬱陶しいやつみたいな感じでハブられていく可能性もある、はい、まあ、そういう風な、はい、星座が、はい、お羊座みたいな、暑苦しくて鬱陶しいんだよ前みたいなね、まあ、そういう感じでもいいんですけど、まあ、そんなイメージの星座お羊座、はい、お牛座、お牛座は土の星座で不動の星座ですから、この逆ですね、本当に非常に硬い、はい、っていう我慢強い、忍耐力がいいとか、はい、でもう悪く言ったら頑固で人の言うことは全然聞かないみたいな、何を言っても全然なんか動かないみたいなっていう風な、まあ、そんなような僕はなんか昔のだから頑固で絶対言うこと聞かないおっさんみたいな感じで、はい、言うてますけれどもまあそんなような感じのイメージがお牛座っていうことです。はい、双子座は風の流動っていう領域になるので、で双子座自身が、はい、双子って名前がついてる通り、はい、二面性を結構持ってる、風の流動も二面性めっちゃ持ってるんですけど、はい、でこの、ね、星座を考えるときはなんだっけ、そのね、星座のね、占星術の本とかブログとかを見るとこれ意見分かれるんですけど、なんじゃろう、双子とか、まあ、お牛でもいいんですけど、その要素というかイメージですか、それをこうある程度高めて、星座の特徴を掴んだ方がいいっていう人と、そうじゃないっていう、はい、そういうのはあまり関係ないみたいな、そういう人と分かれるんですけども、私は名前には意味があると思っているので、例えば双子座ってつけたらもう双子なんだみたいな、そういうイメージは、まあ、私は持ってます。はい、で風自身が非常に流動的なエレメントなんですけども、さらに、流動の要素を持ってるから、もう世界一流動みたいな、でその二面性がいっぱいあるっていうことから、もうだから双子座って一言言うと二重人格みたいな感じ、はい、イメージ的に言うとね、はい、でも二人分頑張れるみたいな、まあ、そんなようなイメージで双子座を捉えることありますね。はい、蟹座は水なんだけども、はい、活動系でよく動く、で蟹座は殻が硬い、殻が硬いのってこの中に何個かあるんですけども、そういうふうな、なんとかな、星座群ということなんです。で水はですね、あらゆるその4つのエレメントの中では最も集まりやすい、流れやすい、集まりやすいのがいいのかな、
っていうそういう感じのイメージ。だから水の集団、水のね星座群っていうのは集団化しやすい、はい、グループ作りやすいみたいな感じですか。はい、でまあそれいい風に捉えられるかもしれないけど、悪く言うと依存しやすいっていうそういう言い方もできるかもしれませんね。だから例えば世の中で何かテーマがあるとすると、一番最初に一番やりだしたり一番最初に言い出すのはやっぱり火なんですよ。はい、でそれが火がやりだすんだけど、その時に、風っていうのは流れるものの代表だから、まあ、よく流行みたいな言葉を使うことありますね。流行に敏感なおしゃれさんみたいなのは風の人たちが多いっていう感じなんですけど、でその火が言ったことに対して敏感に反応するのは風みたいなっていうそういう感じですね。はい、でそれに対して水っていうのはその風がですねちょっと流行ってきたっていうのをやっと見越しながら、これでそれ一気にブームにするみたいな、まあそんな感じの人が、はい、水、はい、でそれに対して土はどうでもいいしみたいな感じで、昔のなんか保守みたいな、はい、まあそういう感じのイメージの人、これがまあ土ですね。でそれで水がですね、そのなんやブームを作って世の中にブームをバーってこう撒き散らそうとしてるって時は、もう火はもう飽きていて、もう次のところに進むみたいなっていう感じ、イメージ的に言うと、はい、だからまあ蟹座に限らず、まあ水の星座は集団化しやすいから、よく言えばそれ家庭的で保守的でみたいな、そういうところがあるんだけど、から硬いしね、はい、でも逆に言うと非常に依存しやすいとか、ストーカーになるかもみたいなとか、なんぼでも言おうと。はい、獅子座は火やけど不動の星座で、ライオンなんでどんどんもっとドシーンとしてるっていうような、まあそんなような感じっていうのが感じられるのが、まあ、獅子座っていうことになろうかなと思いますね。はい、乙女座は、はい、土で流動、土はだからも4星座の4群の中で最も硬いんですけれども、でも流動の要素を持っていて、でそれが乙女で女の子みたいなっていう感じだから、まあ、土だけだったらなんか非常にこう低粛な姫お姫様みたいなイメージになるんだけど、そういう感じじゃなくて流動要素を持ってるから、僕はよく言うんだけど、なんだっけ今の現代風の女の子の方が乙女座に近い。それでなんか今日もなんとかして、仲良くしたふりをして LINE でね、明日もこうね頑張ろうねみたいな感じで言っときながら、裏ではめちゃくちゃ人はやつの悪口言ってるみたいな、そういう感じ、これが乙女座っていう風なっていう感じなんですけど、はい、今風の女の子みたいな感じだから、私はこれもいつも乙女座が一番嫌いなんですかってよく言われるんですけど、別にそういうわけではありません。なんだけどそれを表現すると、私乙女座はずっと、ね、昔から八方美人の悪女っていうふうにして言い続けてきたので、はい、だから嫌いなんですかって言われるんだよね。でも八方美人の悪女って言われると乙女座はすっごい傷つくんですよ。日の人は八方美人の悪女って言われたらやったーって感じで喜んでるけど、はい、乙女座は土やから、だから八方美人の悪女って言われたらへこむんですっていう感じ、やってるのに何を言っとんこいつみたいなところがあるのが乙女座。はい、天秤座は、風の活動っていうふうなことになりますから、で天秤の名の通り計りにかけるみたいな感じ、非常にこうなんかね、いろんなものに手を出したりとか調べたりとかして調査するの得意、でもなんかどっか絞れないみたいな、そういうところがある星座が天秤座やっていうふうにも言えるかもしれないね。サソリ座は水の星座で硬いね、だから大牛座に比較的近いですけども、何やろ、尻尾ですか、尻尾っていうのかな、あれ分かんない、尾っぽかな、はい、毒針、はい、を持ってるのが多分一番の違い、水と土の違いもね一応ありますけれども、はい、だから水の星座群は依存しやすいみたいな、悪く言うと依存しやすいみたいなことよく言いますけど、サソリ座と特に魚座かな、はい、まあそういう要素を、はい、感じますね。はい、だからもうなんか不動やからあんまりコミュニケーション上手じゃないんだけど、何よくたまにね、その集団にいてボソッと毒を吐いてはまたなんかその冷めた感じで、もうでも別に言ってることは間違ってないのにみたいなっていう感じで、はい、喋ってしまう人はそれさそれざみたいなイメージで勝手に捉えてますけど、はい、伊手座は実は私伊手座ですけども、だから伊手座いつもなんかかっこよく書いてるだけでしょって言ってよく言われるんですが、はい、その通りですみたいな、はい、っていう感じ。まあでもそんなわけでもないんですけどね、伊手座は周り見たら分かるように人獣みたいな、人馬みたいな感じのイメージだから、まあ、騎士みたいなイメージなんですよね。はい、で火の流動だから現代でやっぱね火の方が目立つんですよ。
で今の時代だからあの火っていうのは評価されやすい時代になった、はい、個人主義がね、今までの歴史の中で一番こうなんていうか流行ってる時代に入っていますので、火の人は、目立ちやすくて評価されやすいということになったんですが、これね、はい、ちょっと昔だと火のやつってのはただうざいだけです、はい、っていう風な、はい、ところがあったので、今だからラッキーって思った方が、はい、いいかもしれませんね。で池崎まず騎士です。だから騎士だからそういうのをなんか守るため頑張るみたいな、そうやって言うと聞こえはいいですけど、伊手座が一番困るのは本当にね、もう周り見てても本当に困るのは伊手座はですね、早く死ぬ、とにかく早く死にます、はい、最初にやられる、はい、それが伊手座みたいなっていう感じですね。前面に出てボンってやられて死ぬみたいな、そう絶対に。でもね、もうこう例えば他の星座群とか絶対にこうこそこそと生き延びるみたいなところがあるので、はい、何も嬉しいことはない、はい、星座、伊手座ってイメージですか。はい、ヤギ座、ヤギ座は土やんだけど、これ活動って言って、だから堅実なんだけどもよく動くっていうことだから、コツコツね、コツ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 動く人みたいな、はい、で実務家の筆頭みたいな感じね。これもだからカニの時にもちょっと言いましたけど、実務家とかその同じことをコツ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 やりながらっていうのを悪く捉えればストーカーみたいになりかねないよみたいな、でいうか、いい風に言ったらね、会社の社長とか向いてますかねみたいな、2代目とかさ向いてますかねみたいな、そんなイメージになるんだけど、はい、水亀座。水亀座は、水の要素と、風の要素両方持ってる。水亀って書いてあるから。でも本当は風のエレメントで、なんていうかな、不動の、あの星座っていうことになるんだけど、それがその水亀なんで、溜め込むみたいな、あっていう風な感じだから、はい、記憶溜め込む。で、水って、これ東洋学でよく教えるんだけど、お金、金属の金じゃなくて、お金の要素。なんかも結構持っているので、お金集めるのも大好き、はい、で風って流行に敏感だからおしゃれも大好き、だからもう基本的にはもう何言うの、夜の女の子とか何でもいいんだけど、おしゃれな感じでお金が大好きで、でも男を騙してなんか なんとか勝つみたいなしてるみたいな、そういう感じの人のイメージ、悪く言ってますけど私の嫁ですみたいな、はい、で私嫁さん水亀だなんです、はい、っていう感じで、基本的にはもう基本的におしゃれで、でも貯金が好きみたいなっていう風な全部踏まえてあり、であとはだ水が水が一番冷たい感じがするので、まあこれはね結構いろんな先生術書に書いてますけど、よく言えばクールビューティーっていう感じやけど、悪く言うと冷酷です、はい、そういう感じが水が水、はい、魚座はこれどこ行ってもね同じなんだけど、変態っていう言われます。変態、よく言うと天才肌みたいな、ちょっと発想が他と全然違うみたいなっていう感じですかね、はい、っていうことが、まあ、魚座の、はい、世界観としてはよく言われます。魚座も先サソリ座と一緒で、ハマると止まらないみたいな、はい、抜け出せないみたいな、ちょっと依存要素を感じ、魚座は、あ、違う、水要素はそういうふうなのちょっと感じるんですけど、はい、魚座とサソリ座はそういう要素あるかもしれませんねっていう感じね、はい、なんですが、さてこれがね、これで言います、その星のですね、基本の考え方だけ説明したんですけど、本当はその占星術っていうのはそれだけを見るものじゃないんですね、はい、で占星術でも、少なく言っても、10個の星を見なきゃいけない、まあ、その10個の星を見るためにホロスコープってやつを見るわけなんですけれども、でそのホロスコープを見るときに、その何だっけ、星座のねマークを分からないとどうしようもないから、だからこれこう出してるんですけど、とにかくもうこれもう今日は論より、あ、刺したけど、どうすっぺんそこをつけないといけない、論より証拠で、これまあちょっとアップするのがちょうどいいわ、スマホを皆さん出してください。スマホでですね、ホロスコープってカタカナで言ってホロスコープ無料作成でもいいから、そういう形で、ホロスコープ無料作成とかホロスコープとかいうふうに入れれば、で、あ、今映りましたね、
はい、まあ、これじゃなくてもいい、サイトいっぱいあると思いますよ。はい、今はね、便利な時代やから、勝手に計算してくれるサイトがいっぱいあるので、その辺使えばいいと思うんですけれども、ホロスコープっていうのはこれのことです。はい、で本来占星術っていうのはこのホロスコープ、はい、を見て、まあ、その人の特徴とかを、まあ、掴むと、はい、いうことになるわけなんですけれども、その時この見方がわからないと話にならない。これ慣れたら誰でもできるんやけど、最初は全然わかんないから、まあ、分かる人とかちょっと周り、ね、いたら、その人にもうまく教わりながら見てほしい、見てほしいんですけど、待ってね、出ない、スマホどっかさ探して。普通ホロスコープ探せ。電波が悪い、電波が悪いはどうしようもない。いくよ。そうするとね、ここに誕生日入れる、皆さん自分の誕生日を入れてみてください。で、私1974年の12月9日になりますから、じゃあこれで入れますね。で、時刻は不明でいいので、それで出してください。時刻が分かる人は時刻入れてもいいけど、今日時刻を入れて読むっていうのでやるのは多分無理だと思うので、そうするとこういう感じになりますね。出生場所東京でいいと、東京でいいですけど、本当は大阪なんですけど、どこでもいい。日本だとあんまり変わらないです。はい、アメリカと日本だと全然星を見る位置が違うから、全然こう形も変わるんですけど、日本だとほとんど変わらないと。まあ、一応生まれるところ知ってると思うんで、皆さんそこのやつで一応入力してください。正確にあるんだったらちゃんと生まれた場所も入力しないといけません。一応これ東京でね、もう入れちゃってますけど、ほんと大阪がめんどくせえかな。それで、まあ、時刻不明で一応入れましたが、さてこれでですね、どう見るかっていうことなんですけれども、さっきのやつにね、ちょっと戻すよ。これでね、こっち側の方に戻しますと、はい、これがですね、星の方です。星じゃない、ごめん、星座の方です。で、星座漢字で書いてないから、マークで書いてるんですよ。でマークで書いてるから、これどの星座がどのマークかっていうことが理解できないと、ちょっともうホロスコープ読めないんですね。で、これ順番になってますから、だからこれがお羊座です、アリエスやから。で、これがタウラスやから、牡牛座。で、これ双子座。はい、これ蟹座。で、これが、獅子座。これ乙女座。これ天秤座。で、これが、サソリ座。はい、これ射手座。はい、で、これが、ヤギ座。で、これが、なんだっけ、水瓶座。こう、万字みたいになってるやつもあるかもしれない。こうやって、こういう、なみなみじゃなくて、こうやって2回になって、ピッてこう、逆になってるやつもあるかもしれない。で、これが、魚座です。はい、っていうマークになってますから、はい、これをね、これがホロスコープのやつを見たときに、外側の時計のところですかね、時計の時間のところにそれが書いてありますので、それを、はい、見ながらやんなきゃいけないのね。で、それでこれ、はい、こっちはですね、今度星です。はい、で、だから占星術っていうのは、その星がね、まあ10個、まあ、地球っていうのは、まあ基本的には、まあ、ないちょっと語弊あるけど、はい、っていう風なのがあるんですけれども、この10個の星を見ながら、その10個の星がどこの星座にあるのかっていう、風なことを見ることによって、でその人の、いろんな性格とかいろんなものを把握しようとするっていうことなんですよね。はい、でマークだけで言っときます と、まあ、一番基本なのはこの太陽です。だから皆自分が何々星座だって思ってる人は太陽星座を見てるというふうに思ってもらえばいいですね。で、その次、太陽の太陽系から順番にいくと、まだ水星、はい、になります。これちょっとここ切れてますけど、なんか角みたいなやつが生えてますね。はい、で、これで金星はこの角が生えてません。これはだからヴィーナスなので、だから何、女性マークそのものになってます。美容の美の女神だから。これで、これ月ですけれども、で、こっちこの今度火星で、これ男マーク、これ戦争の神やから、マーズっていう戦争の神だから、戦いの神だから、だから男マークみたいになってるっていうことですね。はい、で、これが木星で、これが土星。これね、なかなか覚えられない人が多いんですけど、これが土星やから、土の地って覚えてたら一番早いと思います。これで、これが天王星で、これ海王星。これもだから分からないって人がいるんだけど、海王星はポセイドンなので、ポセイドンはなんか三つ股の槍を持ってるっていう神話のね、神様やから、だからその三つ股の槍をイメージすればいい。で、冥王星これじゃない方が多いと思います。絶対 P の方が多いと思うんで、
プルートやから PL になってるんですけど、はい、冥王ってやつなんですね、はい、ハーデスってやつの話になるんだけど、あ、そういうふうな星の配列になってるわけです。そしたらこれをですね、どう見るかっていうことなんですけども、こっちで共有の配列静止して、で、戻したら、例えば私これですけれども、そうすると、私はですね、ここに太陽星座がありますね。これ太陽星座ありますね。はい。で、この太陽星座のところね、この横に何がついてるかと、これ槍のマークですね。になりますから、だから太陽星座が伊手座。だから私は12月9日生まれだから伊手座っていう。そういうことになるわけだ。なんだけど、本当はこの太陽星座だけでは見ないのよ。はい。で、本当は10個見るんだけど、多分最初にやる人、慣れてる人とかね、ちょっと先手挙げた人だったら見れるかもしれないけど、多分最初に10個見るの無理なんで、最初は2つだけ見てください。で、2つ見れるようになったら次は4つ見るっていう感じのイメージになる。それで広げていって慣れていく感じになると思うんだけど、太陽の次に見たいのはやっぱ月だと思います。はい。だから、この月、三日月があるけど、三日月なんやって言ったら、これ天秤座ですね。オメガのマークみたいになってますから、だから私は太陽星座が伊手座で、月星座が天秤座みたいな。っていう、そういう感じの人間ね、私がね。っていうことになってるわけ。で、まあ、太陽とかつくと星の意味は後で出てきますから、そのところでまあ見てもらうとしまして、もしその後に見ると、その後にもし見るとしたら、次は水星飛ばした方がいいと思う。はい、で水星飛ばして火星と金星を見た方が分かりやすい。とにかくですね、男女性から見た方が分かりやすいので、はい、で私金星また伊手座なんですよ、はい、で火星はここサソリ座なんですけど、はい、っていう風な、はい、構図になってるってことです。まあでも最初分かんなかったら、何、太陽と、はい、月を、はい、見ればいいみたいな、まあ、そういう風な感じなんです。はい、だから私自身が一応男になりますけれども、男が伊手座っていうことは、だから男としての普通の生き方はそのまま伊手座っぽいっていう、そういうイメージになるし、でそれが月は今度自分の女性性とかを表す、太陽が男性性とか陽の意味を表して、月が、陰の意味とか女性性を表すと、まあ、いうことになるわけなんですけれども、はい、そうしたらその月がね、天秤座みたいな感じな、天秤座っていうのはすっごいいろいろ調べて、であっちやこっちやあっちやこっちや行ってみたいな、はい、っていうふうな話のこととか言いましたけれども、これは例えば、どうしようかな、私がですね、自分でも虚無主義だみたいな、なんか正義とか信用書なん善悪ないしみたいな、よくそういうこと本に書いたりとか、とにかくなんかこれが正しいみたいに言うやつ見たら本当クソやなって言ってるみたいなね、まあそういうところが私にはあるわけなんですけれども、はい、まあそういう要素とかっていうのはここにある天秤座、この冥王星も天秤座なんですけど、そういう要素にまあ少しあるかもしれない。火やったら基本的に勢いどんどん行ってもらってもいいような気がするんだけど、そういうのがないのはこの要素はあるかもしれない。あともう一つは、月とかね、あと金星と月の違いをどう取るかっていうのが大事なんですけども、月が天秤座やっていうだけで、基本的には面食いで外見しか女の女性の方を見てないみたいな、そういうイメージとかね、それでもいいんですよ。実際に私の嫁さんって自分で言うのもなんか恥ずかしいですけど、外見はすごくいいです。はい、外見はすごくいいです、本当に。はい、っていう感じなんだけど、そういうのさっき見るわけよ。はい、で私もどういうとこ見るのみたいな、私はおっぱいと足ベチなんですけど、そういうところを見るっていう人と、そうじゃないとこ見る人、男とかいますよね。で、そういうのもだからこういうところにどんどん出てくるっていう、そういう感じになるんですね。はい、で、まずはそういうふうなのを考えて、で、まあ、あとちょっとまあ細かいところで言うと、ここになんか引っ張ってる星座群というかあれがあって、でこれ土星と木星なんですけども、でこれが両方とも水星座になってるみたいな、でこれも僕も最初に先生すごい詳しい先生に教えられたけど、だからこれだからこっちすっごい活動系なんですよ、はい、すごい動くっていうタイプ、私伊手座4つありますからね、はい、だからもう本当に伊手座丸出しみたいな。皆さん太陽星座とか、じゃあごめんなさい、何々星座だって言っても、私なんかあんま当てはまってない時とか他の星が多いっていう人もいますから、それも一応見なきゃいけないですね。で、基本的にはすごく動くタイプなんだけど、それをこうやって引っ張ってるのね、これ水がこうやってもう手綱を引いてるっていう言い方を俺最初にされたけど、はい、水のこの星座2つが、これは社会天体ってやつなんだけど、それがこう手綱引いてるみたいな、まあ、そういう風なイメージで、でね、これも占星術をやる人とかは意見がまたここ割れたりとかしますけど、ホロスコープのね、そのね、全体の星の配置みたいなやつをどういう風にして捉えるかっていうのが結構大事で、でそれあんまり関係ない、ただただひたすら普通にね基本通り読めばいいっていう人もいるから、だからそこはもう意見割れることはあると思うんですけど、例えばね、
あの星自分のやつ出してみたら分かると思いますが、こっちだけブワーって寄ってるみたいな感じの人、これはまあ一般的に言うと二重人格と思いがたいですよね。はい、なんだけどこっちよくあるのがこっちに分かれててこっちに分かれてるっていうのとかがあるんですよ。ホロスコープ見たらすぐ分かりますけど、それだけで、ね、その人が双子座じゃなくても二重人格だと思わなきゃいけないわけだ、イメージ的に言うと。でこれがだから4つ3つ3つ分かれてるやつも、そしたら君は三重人格ですねみたいなっていう感じでもいいんですけど、まあそういうイメージは、はい、このホロスコープの形ね、はい、の中でも 見た方が良いと思います。それと他のやつを組み合わせていくの、組み合わせていったら、まあ、いろんなことが見えてくるってことなんですよね。でなんだけど、さてまあこれも論用にしようか。まず皆さん自分の、はい、ホロスコープを誕生日を入力して出してみてください。はい、時刻はいらんわ。はい、時刻不明でいい。まあ覚えてる人はそれで入れてもいいけど、はい、で自分の入力してみてください。できました。はい、そしたらそれを見てですね、自分のまず最初は太陽星座と月星座だけでも見つけてもらう、初めての人で、それが自分がどうだっていうふうなのが、はい、分かって、それで自分はどういうキャラなのかなっていうのの推測が立てば、先生術の第一歩は始まってるということになりますね。誰かいじってほしいと言いますか。いじってほしい。ちょっと待って、はい、何月何日ですか。1977年77 11月、はい、おめでとう。そうなんほんまに。これでいきますと、なんか外もう全然違うね。違う、意外ですね。意外ですね。意外だって皆さん思えるかどうかですかね。これで見ますと、まずね、普通に見ると太陽星座、サソリ座なんですよ。はい、これね、これ月星座もカニ座なんで、これ全部両方とも水星座ですよね。はい、だからこれすっごい陰キャじゃないといけないわけですよ。陰キャに見えないわけよ。だいたい最初に名乗り出てくるから、その段階でおかしいぐらいのイメージなんですけど、しかも、おまけで言えば、天皇、これここ天皇星でね、これ水星なんですけど、はい、っていうのもサソリ座でしょ。でほいでここにあるこれ2つ、木星と、月、これがカニ座っていう風なのになってるから、はい、だから水星座だけでもこれ5つありますから、はい、すごく水要素が強いっていう、まあ、そういう人なはずなんですけど、あんまり水っぽく見えないみたいな感じですかっていう風なのを最初のイメージで、考えて、でこれどっちやろうね、これ両方ともこれ獅子かな。はい、でこれ土星でこれ火星で、多分これ両方ともこれ獅子だと思うんで、これちょっと薄いから分からないけどっていう感じだと思う。ここに射手座があって、で火3つあるから、はい、だからこの人は水が5つあって火が3つあるっていう困った人みたいなっていう感じですよね。だってそもそも火は 水は火を消しますから、はい、自分の中に火がね、これ隠れて自分の中に火が少しあるんだけれども、それを自分自身が消しに行くっていうことになるから、めんどくせえやつみたいなっていうイメージは最初に持たなきゃいけないかもしれませんね。はい、であとまあここに冥王、あとこれさ、あのなんだっけ、冥王星とこれ金星がありますけど、ここに天秤座っていう風なのが、はい、ありますから、天秤座はさっき言ったように、はい、まあ流行に敏感とか、その測りにかける調査するっていうのが好きみたいな、はい、っていうところがあるっていう、はい、まあ星座なんですけど、この人は二重人格とはちょっと違うんだけど、すごくこうジレンマ持ちっていうか、はあ、こうしたいのになんでこうやってうまくいかないの、こうやってあったら絶対この周りにこうやって言われるからこうなるからみたいなものをすごいいろいろと、ね、抱えてきたみたいな、そういうイメージとかは、まあこれパッと見でもね、はい、持ってもいいかもしれませんみたいなっていう感じ。今なんかすごく優しく言ってるな俺、誕生日やからしょうがないのかなっていう感じだけど、本当はもっといじろうと思ったらいじれるんですけど、まあそんなようなイメージでね、まず最初は考えるわけなんですけれども、他にいじってほしい人いる？あ、いるんや、はい、ちょっと待って、名前、ちょっと待ってね、はい、何年何月、はい、1988年4月10日。はい、
これも、これでもこの人は、お羊やけど、そこはちょっとお羊じゃないところもある。でもまあでもかぶ結局かぶってんのかな。この人は、太陽と水星がお羊座なので、まあ、これ自体はお羊座と普通によくある、はい、話で、まあ、基本は自分お羊座の要素があるっていうふうに思ってればいい。だから王女様ね、系みたいなイメージとか、もう動いてたないと気が済まないとか、マグロみたいな森、まあ、そんなようなイメージはちょっと頭の中には置いときたいところなんですけど、ちょっとお羊と違うねっていうか、でもちょっと近いよねって言ったのは何か、ここに固まってるんですよ全部、はい。でそれでその時にこれが、これ3つ、4つあるね、3つで、これが、これヤギ座です、これ、はい。でヤギ座っていうのは土の星座でした。で土の、活動星座っていうことになるので、土は非常にこう硬い感じがするっていうエレメントだったから、だからお羊とちょっと違うかなっていうふうに最初思うわけなんですけど、でも活動級の星座だからそれは火の要素を若干持ってるわけですよっていうことだから、はい。それがね、この人は月と、海王星と、土星と天王星っていう、はい、ふうなところにあるわけなんですけど、この人もだから、まあ、さっきのね彼と近いような感じで、基本はお羊座でなんか動いてる、マグロのように動いてるのに気が済まないみたいな、そういうところはある人なんだけど、この土がですね、実際生活の中では多分これ邪魔すんのかな、はい。でこう冒険したいんだけども、いやそれでもいやちょっとやばいっていう風ですよ、こっち自分でブレーキかけちゃうみたいな、まあ、そんなような感じだけど、でもそれでもだからその人に頼まれたことだろうなんだ、そういうことは全部やっちゃってみたいな、で人のためにやって、それでも疲れて失敗して死んでいくみたいな、そういう感じのイメージが、まあ、この中の中にちょっと感じられればあいいのかなみたいなっていう感じで、それをね、まあ、またさらに補強してるのが、こう金星のところがこれだから双子座になってるんですけど、はい、双子座は二重人格みたいな、はい、感じのことを言いますね。自分のこれ、自分が女性だから自分の女性性で、もうちょっとこう後でできますが、広い、若干ね自分自身というよりは少し広い、視野を持った上での女性性ということになるんですけど、これが双子座だから、この人ここ俺がここ金星がここにあって双子座でしょ、で二面性があってみたいな感じで、今言ったこのヤギ座のこととかおひつじ座の説明プラスここに二面性があるんだから、それだけでもね、なんちゅうかな、ダメンズウォーカーみたいな男に奉仕して、なんで私はこの男に奉仕してこんなんなんて見ついてるんだろうみたいな、でもこの男助けないなんかやばいしみたいな感じで、でもそれでダメな男にまたこうやって乗っかっていくみたいなっていう風なイメージとかをね、例えばこれなんかには、はい、持っちゃったりとかするかな。で冥王星が最後の星なんで、これはもう最後の姿とか数比でも同じやけど、最後の姿を表してる感じやけど、全体としてはこの人はまあ基本的にはまず片側に寄ってる、でそれであとこっちとこっちでかなり分かれてるみたいな感じやから、反二重人格的な、はい、イメージとかも持って考えなきゃいけないので、だから今みたいなちょっと解釈の仕方パッと見でねした時にはまあ考えるようなイメージになるわけなんですけれどもはい、ちょっと待ってね、はい、こればっかずっとやってると時間一気に過ぎてしまうので、さて、一遍元にスライドに元に戻りますね。これをね、まずこっちが欲しいですかね。初めての人はこっちが欲しいんじゃないかと思いますけど、星の意味っていうのが分かんなきゃいけない。で、星と星座を組み合わせるっていうのが大事なんですね。はい。だからこの全部占いたら組み合わせ理論になりますので、だから無限の、はい、特性を示すっていうことになるわけだ。はい。で、これ10点だ。これは僕が書いたやつです。この文章は僕が書いたやつ。で、一応次のやつ示しておくと、これはインターネットからわざともらってきました。はい。で、だからこうやって分かれてるんですよ。で、この読み方がみんなね、星読みの人になればなるほど、こう、ちょっとずつ分かれていくわけ。はい。でもまだ基本守ってんなーっていう書き方の場合には別にいいんだけど、もう全然違うよ、これみたいな読み方をする人も出てきて、まあ、それ経験とかで読んでんのかもしれないけど、あれをそのまま読むと最初にやる人はね、もう混乱すると思いますね。はい。だから本当に最初はね、なんとかな、四元素理論とかその星座がね持ってるイメージとかにある程度忠実に読むようにして、でその後にね、はい、お金儲けれるぐらいになったらちょっと読みを広げてもいいんじゃないかとは思いますけども、はい、基本的には、はい、基本のとこ守るみたいな
イメージを持ってください。これね、太陽、だから基本の星座、皆さんの言う基本の星座はこの太陽星座ってやつになると、まあ、これは他のやつでも言われてると思うんですけど、自分の軸とか核とか、はい、生き方みたいな。で、男性星で、昼の顔っていう言い方もします。陽やから、はい、昼の顔、表の顔、はい、みたいな、はい、そういうイメージですか、はい、を表しているのが太陽っていうことで、月はその、続きになりますが、僕はホロスコープで太陽の次に重要なのは月だというふうに思ってる。僕は結構男女性でね、全て捉えるので、まあ、木星と土星も男女性で捉える人いるかもしれませんけど、木星は結構女性性的要素を持ってる星だと思ってる。で、土星は、男性性的要素を持ってる星だと思ってるので、かなりそういうの解釈をしますが、まあ、火星と金星だったらそういうふうに思う人もいるかもしれないけど、木星と土星にはそういう感じを感じない人もいるかもしれません、ね、僕はそういう感じで捉えてますね。はい、で、月は、なんだっけ、感情とか、こっちはだから逆に言うと論理性とかそういうのになるんだけど、でも論理性を一番表してるのが水星になるから、だからここにそういう言葉が入ってきにくいっていうだけですね。はい、で、女性性とか陰の部分、闇の顔とか、はい、裏の顔とか夜の顔とか、はあ、っていうそういう感じでね。僕は占いするときにネタにするために、太陽と月とかを見るときは、何、こっちが昼の顔でこっちが夜の顔ですから、だから必ず下ネタで喋ります。私今は喋らなかったけど、はいはいはい、だから例えばね、どうしようかな、太陽が牡羊座にしましょうか。牡羊座が一番活動性が高い日の星座じゃないですか。で、その太陽が牡羊座だということ、表向きはすごいこう外交的で一生懸命頑張ってどん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 仕事でも何でもしていく人みたいな感じだとするでしょ。でそれが、どうしよう、月がお牛にしようか、一番硬いしね。お牛って言ったらもう夜はマグロになるしかできないみたいな、そういう感じ。もうだからもうとにかく攻められるだけみたいな、昼のなんか活動的はどこ行ったみたいな感じで、男にやられるだけみたいな、そういう感じ。イメージ的に言うとね、例えばそういう風なイメージとかで捉えることもできるっていうことで、だからこっちはだからそれは夜の顔昼の顔っていうような、そういうイメージがあるから。で、水星は知性、コミュニケーション、理性、論理性みたいな、そんな感じで、はい、言われることもあるかな。でもまあ水星見るのはもうちょっと後かなっていう感じはしますけどね。まあ水星先見る人もいるかもしれませんけどね。はい、で、次に太陽と月の次に大事なのは、だから僕は火星と金星だというふうに思ってますね。で、金星はだからヴィーナスの美の女神で、女性性を表すんだけど、もうちょっと範囲が広い、自分自身のコアなところよりも少し範囲が広くて、まあ、趣味とか、仕事の仕方、恋愛の仕方、何だろう、彼氏選びでも何でもいいんだけど、そういうふうなものとかを表しているような感じで、火星はだから男性性が強い戦争の神っていうことになるので、社会性、仕事の仕方、論理性とか地位とか名誉への、ね、欲求とか、そういうようなイメージかなっていうふうな感じになる。はい、それがさらに広がると木星と土星っていう、これは社会性を表すような、まあ、そういうふうな星、まあ、ここに書いてる通りなんですけど、ね、でこの天王星と海王星と冥王星っていうのはもっとこう何ていうかな、潜在意識的なイメージで、はい、不可視天体とかっていうふうに言いますけどね、はい、ここに書いてる、まあ、でそれもこれもね、僕天王星と海王星は若干男女が出てんじゃないかなって、海の母みたいな、そういう感じかなっていうふうにして、捉えてたりとかします。まあ、こっちで言っても、はい、ここはだからオフィシャルの人格、上にはオフィシャルの人格って書いてあるけど、でこれプライベートの人格とか夜の顔っていうふうに書いてますけど、これ結構よく、はい、使いますね。はい、でここはねちょっと同意できないところがあるんだけど、例えばこう月は理想の母親像みたいな、で金星は理想の彼女像っていうふうに、はい、でもこれ多分だから広げてるからだと思うんだよね。彼女のいっぱいいて、これ、ね、妻いっぱいおったらちょっと困るじゃんみたいなイメージで、一番コアなところだからっていうことでこれに分けてるっていうのがあるんだろうけど、ちょっとどうかなって思う時も私なんかはあります。まあでもこの捉え方をする人も別にいてもおかしくない。そこはだから占いっていうのは占い師がどういうふうにして読むかによって変わってくるの で、はい、でそれでなんかまあ当たる当たらないとか言われてね、はい、まあ、喜んだりとかするんじゃないかと思いますけど、まあ、そんな感じで、まあ、捉えるっていうことですね。はい、次。はい、で、この先はね、まあ、今日ちょっとやるのは無理だというふうに思いますが、一応簡単に説明しておきますと、本来ホロスコープっていうのは出生時刻を入れるんですよね。はい、私本当にね出生時刻分かんない、自分で分かんないので入れれないんですけども、時刻を入れるとあの形がその回転するんですよ。で回転するっていうことはそのあそこに数字が書いてありました。
はい、ホロスコープのところ 1から12まで数字が書いてあると思います。あれハウスって言うんですけど、そのハウスがずれるっていうことになりますから、ハウスにも意味があるんですよ。だから時刻が分かればハウスも全部分かるから、よりその人はどういうところでこの星が働いてこういう価値観が強くなるっていうことが読めるんで、またこれ組み合わせることで、まあ、読みが広がるっていうことになるんですね。はい、ただそれを今日やるのはちょっとしんどいと思うので、まあ、ここはちょっとね、割愛したいと思いますけども、でこれはハウスっていうよりもその何方角でこれは表してるっていうだけで、結局やってることはハウスと変わりはありません。はい、だからこっちの方が分かりやすいかな。はい、でホロスコープでいうと左の、東の地平線、これがアセンダントになり、西の地平線がディセンダントになって、で下のところ、これ、まあ、直角じゃないんですけども、これがだから IC ってやつになり、上が MC ってやつになるっていう、まあそういう風な配列なんですね。はい、で1ハウスっていうのはどんなハウスとか、12ハウスっていうのはどんなハウスだとか、はい、っていう風なことを、まあ、理解すれば、あとここ1ハウスにだから、これがあるっていうことはどういう意味だっていう、はい、こととかを読めるっていうことになるわけだ。はい、でそれのだから組み合わせっていうことにね、はい、なっていくわけなんですけれども、よいしょ。でハウスはこういう風な意味合い、これ私の書いた言葉だけど簡単に書きました。でもこれもう本当にバラバラなんですよね。はい、占星術師によってもバラバラで、例えばこれ次のやつあったかな、これね、例えばね、これ星読みテラスってホームページのとこからねもらってきたんですよ。はい、でまあ検索したら出てくるやつの有名サイトから持ってきただけなんだけど、どうしてもねちょっとずつずれたりするんですよ。はい、この言葉同じにならないのよ、みんなバラバラで。はい、で一つだけ書いてると余計ね、そのなんか固定してる感があるから余計バラバラになる。はい、まあ、少なくともこっち側は自分を表して、こっち側はすごい社交って書いてあるけど、こう社会を表すような、例えばそういうアセンダントとディセンダント、そういう意味が、まあ、あるわけなんですけど、それでもですね、ちょっとずつですね意味がずれたりとか、それここは家族とか、あそういうふうなものを表したりとか、だから家庭、これはスラグ場所、兄弟、友達って書いてありますけど、まあ、そういうふうな、感じで、書かれたりとかするわけなんだけど、これね、例えばこれでもいいんですけど、これ何ベンジャミン・ダイクス伝統占星術入門っていうホームページからこれもらってきたんやけど、はい、そうするとね、やっぱりこう同じようなことがある程度同じようなこと書いてあるんだけど、はい、その人の解釈は必ず入るからバラッバラになるんですよね。はい、だからそういう風なのをなんか読んで、ただそのまま真に受けると、はい、実は暗記で全部照らし合わせていくことになるので、はい、まあ占星術に限りませんがね、はい、まあ、失敗することが多いから、まあ、注意しましょうみたいな、まあ、そんな感じになるかなというふうに思いますね。はい、であとね、まあ、これね、なんだろう、星の運行っていうやつですね。はい、で占星術っていうのはその人をそのまま把握するだけじゃなくて、星がどんどん回ってますから、太陽系どんどん回ってますから、はい、その星がですねどんな形をしてるかっていうことで、その日がいい日か悪いかっていうことをある程度占うことができる。一番映画で一番わかりやすいのは、10天体全部10個か全部並ぶ、一直線になったら世界が滅ぶみたいなことを言ってたりとかすると思うんですけど、あれと言ってることは変わらないです。はい、なんだけど 11個が全部一直線並ぶっていうことはもうものすごい少ない確率なので、そうじゃなくて、例えばこれとこれとこれが一直線並ぶだけで危ないとか、あとこれとこれとこれがだからそんなんで四角形になるみたいな、そういう感じだと問題だとか、120とかどうとか、まあ、いろいろあるわけなんですけれども、はい、これをね、もう読み出すとキリがなくなるので、はい、それは占星術で本当に一人からお金を取るようになったらやってください。はい、で私はこれねほとんど見ません。はい、でなんでやっていうと、結局ねその占いをしだすとですね、どんどんハマっていくと、その星で全てね自分のスケジュール管理をしようとするんですよ。本当でもそういう人多いんですよ。私の知り合いのだからもう先生で専門にやってる人もそうやって、もう全て、はい、だからこの日しか東京に行けませんとかって言うたりとか、仕事もこの日からしか始めませんとかっていう話になるんだけど、はい、そこまでなんかもう自分の意思がないっていう感じ、僕のね勘が力ずるとね、はい、っていうイメージなので、だから私は星の運行とか逆行とかもあるけどね、まあ、一応ね参考にしたりとかすることはあるけれども、はい、基本的にはあんまり見ないですね。でそれはまあ診療にも携わってるからっていうことあるんですけどね、何やろ、診察でね使うっていう
ということを言ったわけなんですけど、診察で使うときにホロスコープに入力してる暇はないんですよ。はい。そんなんだっていきなりなんか診察してて、別に僕のね病院、今の僕の病院だったらまあなんか変ちくりな病院だってことはみんな知ってると思うんでいいんですけど、ね、あの最初の方になんかそんなん入力してたらこいつ頭おかしいんじゃんっていうふうに思い決まってるじゃないですか。あっていうのがあって、しかもなんか何時何分に生まれましたって言ったら、このその段階で何を思ってるんだって言われるのね、絶対責任山じゃないですかっていうことがあるので、でだから時間をその聞くとかじゃなくて、その何で初心の人が来たら、あの問診票ってやつありますね。で問診票のところに名前 と、誕生日と、まあ、住所と、あとはだから病歴みたいな感じで何歳に何度も病気になったみたいなこととかね、それであとも他にも情報バーって書いてあると思うんですけど、その名前と誕生日だけでパッとできなきゃいけないわけ。はい。でその1秒で判定みたいな感じ、それがちょっと他のやつでね時間かかるとしても10秒ぐらいで判定できなきゃいけないっていうことがあるので、はい、でホロスコープ入力するとしても短時間でやった方がいいし、ホロスコープ見ないでも、はい、本当はその診察をねするときにその患者のこの人この人何キャラだみたいな、はい、ここで嘘ついてるわおいみたいなっていう風なイメージとかを持たなきゃいけないから、だからその問診票のデータだけで見るようにします。だから実際に先生術で診察の時はね、患者も一番分かりやすいから、もうこっちに12星座、太陽星座だけで見る方がいい。でちょっと時間があったらホロスコープ見せるとかね、本人が知りたければホロスコープ見せることもありますけど、じゃあそれだけじゃ12分類しかできないから、あんまり細かくできないじゃんっていう風になりますよね。はい。だからそのためにじゃあ今度何を使うのか、もうちょっと細分化してこの人何キャラだっていうの知りたいから、どうやって、見極めようとするかって言ったら、占いを今度組み合わせるってことです。今までは先生術だけで読みをこういろいろ深めていったら、はい、それでこの人はどんなキャラだっていうことが見えてくるっていう話をしましたけど、そうではなくて A という占いと B という占いの基本のところをちょろっとやるだけで、それを組み合わせると、はい、A という占いをすごくこう進化してこう掘り下げていったことと同じことができるっていう、そういうことをまあ診察ではやってるってことなんですね。今何時？やべえ、もう11時過ぎちゃった、早っ。はい、でね、それでね、はい、私がですね、名前と誕生日だけでできるものね、すごく簡単かつ有用だと思って使っているのは数秘です。愛称数秘術っていう、はい、やつですね。はい、で数秘術というのはいろいろ派閥みたいなやつはあるんだけど、僕はこの愛称数秘術って藤川さんっていう人が教えてるこの愛称数秘術ってやつを、まあ使ってますけど、はい、これカバラと違います。カバラってわかりますか？666は悪魔の数字とか言ってるのもカバラの一種なんだけど、あれとは違いまして、これは普通にですね、占いとして開発されました。アメリカのね、バリエッタっていう人が20世紀に開発したっていうことにね、はい、理屈上は、はい、まあ、なってるんですけどね。まあこれ本当に簡単、自分の名前や誕生日から特徴を数字化して把握しようするっていう、まあそういう技術だっていうことになりますね。はい、でこれは数秘のにも派閥があるから、ナンバー何見るかってちょっと分かれてくるんですけれども、愛称数字では5コアナンバーっていう5つの基本ナンバーってやつがあるんですね。これを見るっていうことをやります。でその5つがこれ、ソウルナンバー、ライフパスナンバー、パーソナルナンバー、ディスティニーナンバー、マチュリティナンバー、バースデーナンバーってやつがこれとは別に入ってくるっていうようなやつもあると思うんですけど、バースデーナンバーは僕はあんま見ないですね。そういう教わり方してないからという言えるかもしれないけど、でなんだけど、マチュリティとかの計算するのめっちゃ時間があるんですよ、自分でやるとね。あっていうことなので、でこれね、一番ね、そのやっぱ診察といいますか、まあ、精神療法みたいな観点からすると大事なのがこの上の2つになるので、僕はほとんどソウルナンバーとライフパスナンバーしか見ないです。で一番大事なのは、数秘の中でね、まあ日本中、世界中で数秘で見る、ナンバー最初に見るって言ったら多分ライフパスを見るんですけど、これは僕の中ではこっちよりは下、はい、とにかくソウルナンバーの大事だと思います、はい、ソウルナンバーっていう風なのは、まあ、出し方は後で、はい、出てきますけれども、まあ字のごとく魂の数字、魂の欲求、無意識の生まれ持った性格や自分、ここが一番大事、はい、ここを見たいんで、はい、でなので、まあ、ソウルナンバーっていうのを、まあ、意識するっていう感じになりますね。ライフパスっていうのはもうそのまた直訳すると人生の道みたいなっていう感じだから、
はい、これだから今まで歩んできた方向性とか人生の、はい、どうやって嘘ついてきたかみたいなそういうイメージも含みますけどっていう風な感じの、はい、数字、これがライフパスナンバーっていうことになる。だから人生が例えば、今ここにあるっていう風になった時にライフパスっていうのは今から生まれた、はい、あの直後ぐらいから今まで、それライフパスってイメージ、それに対してだその最初に生まれた時のナンバーがソウルナンバーっていうことになって、はい、でパーソナルナンバーって今のナンバーで、それ演技のナンバーみたいなそういう風なイメージになり、ディスティニーナンバーっていうのはこれから先みたいな未来のナンバーみたいな感じになって、マチュリティはその最後です、はい、死ぬ時どうやって死ぬかみたいなイメージですか、はい、っていう風なイメージが、まあ、マチュリティナンバーっていうことになるんですけど、はい、まあ、これ結局足し合わせになるね、最後ね足し合わせになっていくから途中計算できるんです、すればできるんですけど、まあ、一番簡単に計算できるのがやっぱり上の2つになり、で一番大事なのが上の2つになるから、この2つを見ることが多いですね、はい、で、ソウルナンバーっていうのはどうやって計算するかというと、名前をローマ字にします。ヘボン式のローマ字にして、その母音を足し合わせるっていうのがソウルナンバーの出し方です。はい、でライフパスって、ライフパスが一番簡単よね、誕生日、西暦にして私1974年12月9日ですから、それを足し合わせる、はい、っていうのがライフパスですね。で数比っていうのは一桁までずっと足し合わせなきゃいけない。例えば1974年12月9日だったら 1+9+7+4+1+2+9 ですっていうふうにして、これ全部足すとこれ25になるはずなんですね。25になるっていうことは2と5をさらに足さなきゃいけないんで、それで2と5を足すと7になるから、だから僕のライフパス、あ、ごめんなさい、違う、間違えてる、あ、ごめん、あ、ライフパスは俺33 だ今それ全部足し合わせたら33になると思うんだけど、はい、でそれを33を3と3を出したら最後6になるから、僕のライフパスナンバーは6なんだけどね。でも、一応ゾロ目っていうのはちょっと別扱いになります。数比術では別扱いになるので33は33って、はい、いうふうにして考えることが多いですね。でソウルナンバーは、母音を足し合わせるっていう感じなんですね、はい、でこれもですね論より証拠で、まずはですね、僕のやつでいきましょうか。私はあのサトルウツミになりますので、サトルウツミを皆さん、はい、ローマ字でですね、はい、なんか書いてみてください。でサトルウツミをローマ字で書いたら母音のところにだけナンバーつけます。で、母音は母音で、点数があるんですよ、はい、でこれはねもう覚えるしかないけど、まあ、一応理屈上はこういう並びになってるから、はい、あの母音は、母音にも数字が当てはまってるってことなんですけど、覚えた方が早い。A、A、E、U、A、O なんで、A、U、A、O は19356です、はい、でこれはもう数比ちょっと勉強したければもう覚えてしまった方が早いと思う。でもあーがね1なのはなぜって言ったらここやから、で1から9までずーっと当てがっていただけなんです、はい、だからそれで数字が当てがってるっていうふうに思ってもらえばいいっていうことです。そうするとね、サトルウツミでそれに対してサートルのサーです、あ A ですよね、と TO だから O ですよね、はい、でサトルだから U でウツミの U で、ウツミ通の場合は TSU になりますね。ヘボン式だと TSU になるけど、で通の U とウツミのミだね、I ですねっていうのに数字をつけて、でそれで足し合わせればいいわけ。そしたらそれを全部数字パッパッパって下に並べて足し合わせたら多分それが25になると思います。あ、そうそうそう、 1+6+3+3+3+9 です。そしたらこれ全部足すと25になるはず。で25になるっていうことは 2+5 を足すっていうことになるから、だから、はい、私のソウルナンバーは7です。はい、でライフパスだと1974年12月9日だから全部一桁ずつ足しますから、はい、それを全部足し合わせたら33になるっていうことですね。ちなみにまあおまけで言いますと、まあ、パーソナルナンバーっていうのはローマ字の子音を足し合わせるっていうことになります。はい、でデスティニーは子音と母音を両方足し合わせるということになって、でマチュリティはライフパスとディスティニーを全部足し合わせるということになります、はい、だからこの辺出せてれば、はい、勝手に出てきます。で今はなんだっけ、またこう数比術も普通に計算してくれるサイトがいろいろあるので、そこに名前と誕生日入力すればそれ出してくれるのもあります、はい、ただ人と会った時に
ね、あの例えば名刺もらったりするじゃないですか。で名刺もらったりするときにそれスマホでこうやって入力してたら危ないやつやなとしか思われないから頭で暗算できないといけない。はい、名前とライフパスだけでも少なく、まあライフパスだけでもいいけど、はい、名前でそのナンバーナンバーやって言ってうーっと計算してみたいな感じでやることは結構ありますね、っていう感じなんですけど、まあそうやってですね、まあさっきのね、この5コアナンバーっていうのはどんな意味だったかっていうことを思い出して、まあ計算するとはいうことになるわけなんですけれども、これで、違う、これ人数で、数字自体はどんな意味があるかということになりますが、数字は1から9まで9つしかないということなので、0は実ないので、はい、あの足し合わせも0は、ね、何もないから。だから1から9っていうようなことになるわけなんですけれども、ですね、1、3、5、7、これが奇数になります。奇数は陽の数字です。はい、で、2、4、6、8、これが偶数ですよね。偶数は陰の数字っていう。そういうことになります。だから、奇数が男性性を表す数字、はい、エネルギーとかを表す数字みたいな感じですか。はい、偶数は女性性を表す数字、影を表す数字みたいな感じになりますね。はい、で、9はですね、姿がない数字なんて言われたりしますけれども、虚無の数字とか悟ってるとかよく言うとね、はい、姿がないとかそういう風な意味合いの数字だって言われます。なんでかって言われるとこれ足し算すると分かるんですが、例えばどうしようかな、3+9、はい、っていうものがあるとすると 3+9 で足すと12になりますから、10になるってことは1と2を足したら3になるから結局3に戻ってきたってことよね。だから3と9を足して、計算しても3だけで9除いても同じ結果になるから、だから9はあってもなくても同じ数字だっていうことになります。はい、なので9は姿がない数字だっていう、そういう風な意味合いになりますね。はい、でこれでだから何そのナンバーの意味と数字っていう風なのを当てはめて、でそれでですね意味を解釈していく、これもまた組み合わせ理論なんですね。であとだから1と1234と5678のそれぞれの数字の違いっていう風なのを、考えなきゃいけないんだけど、最初はですね、私これで教えてますけどね、あの事細かにこれやるとまだね、あの結構時間がかかるんですが、最初は数字が少ない方が個別というか、集団が少ない、はい、個人主義そのものみたいな、はい、まあ、そういう感じの数字だっていうふうに解釈するのが一番分かりやすいと思います。で数字が大きくなると集団的な数字になっていくみたいな、まあ、その解釈が一番分かりやすいと思います。だから1と1だったらもう俺様みたいな、おっさん俺様みたいな、もうそういう、そういうイメージで、なんか数が少ないでしょ、あ、っていう感じで、3はよく子供、最初の生まれた長男みたいな言い方を私よくするんだけど、5だとお孫さんみたいな、はい、っていうような意味かするんだけど、1とかはもうだからもう独立心とか、自分のね、個人主義とか、そんな言葉が日本語として当てはまってくるっていうことになるわけなんだけど、3とかだと長男だからちょっと責任とか、はい、ね、みんな面倒見てあげるとか、そんなようなイメージとかもこう入ってきて、5になるとお孫さんだから、ね、もっとなんかもっとこう自由奔放みたいな感じ、はい、だからその冒険とか好奇心とか何でもいいけど、そんな感じの言葉とかが出てきたりする。だから同じ男要素でもちょっと変わりますよね。で7とかになると数字が一番でかいので、僕はよく革命家とか言ってるんだけど、社長とかそんなようなイメージですか、リーダーシップ発揮する人みたいな、そういうような感じ。はい、2はそれに対、2、4、6、8もそれだから、その女バージョンなんだけど、8とかはだから僕世界の母とか言ってますね。はい、だからもうあらゆる人の面倒見ちゃって、まあ、ある種失敗する人とも言いますけども、はい、6はだから家庭全体ですね、集団、狭い集団全体の、はい、世話をするようなそんなイメージの人で、基本的にはまあ偶数数字の方が世話焼きというか女性的な感じの人が多いですね。2は2も硬いっちゃ硬いんだけど、はい、何やろ、車に構えてる女性のようなそういうイメージも2はちょっとあってもいいかもしれませんね。はっていう風な感じになるんですけど、これをですね、なんとか組み合わせることで呼んでいくんですが、はい、さて、これもですねやってみた方が早いと、はい、いうことでして、はい、皆さんですね、自分のですね名前と誕生日からソウルナンバーとライフパスナンバーを出してみてください。はい、
で、分からなかったら聞いてもらえばいいんですけど、自分の名前を書いて、で、女性の場合結婚してたら、旧姓を使った方がベターです。はい、でも本当は、旧姓と新しく名前変わったらその両方出した方がよくて、結婚して名前変わったから、だからどれぐらい変わったんだっていうことを読めますから、それでもいいんだけど、あの時間がなかったら旧姓で、本当は生まれた時の姿をソウルナンバーみたいな、はい、でそれをだから自分ローマ字で書きます。ローマ字にあるやつはここに書いてあるで、ローマ字のあれが分かんなければ聞いてもらえばいい、で足し方分かんなかったら聞いてもらえばいいですけど、はいはい、私旧姓加藤なんです。はいはい、加藤、はい、うは入らない、うはなし、ね、あ、うなし、うなし、ヨウコは YOOKO、教師なんですけど、うん、N、 うん、うん、です、 N1 個だと思います。うん、教師、教師だったら KYOCCSHIN ですで終わり。 O と I だな、 O と I だけ、 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 すいません、うん、小さい、何、名前、名前ピシッて言って。ハットリ。ハットリ、ハットリは HATTORI です。はい。なので、はい、母音には含まれます。それ T は、子音の時にこれパーソナルナンバーには含まれます。はい、含まれますけど。あとは、生まれた、出生届と実際生まれた日がちょっと違う場合は、どちらを選択して？出生した日の方がいいですね。出生した日の方がいい。はい、はい、19、あ、これ30、あ、そうですね、合ってるんじゃない、うん、でも999円も3です、そう、30合ってます、合ってます、だから3です、それ3足せるのは3、それがソウルナンバーです。ライフパスナンバーは誕生日をただ西暦で、1974年12月ものがあったら全部一桁ずつ足し合わせる。それも33です。あ、それ33なの？それが33で、あ、だから3の33ってことで、男丸出しですねみたいな。はい、まあ、性別間違ってますぐらい。性別間違ってます。そう、よくおじさんって言われる。そうそうそう、周りのおっさんとか言われるってこと、はい、女性がおっさんって言われる場合は大体なんかそういうナンバー持ってること多いです。あ、まだ抜けた。どうですか？出ました？でさっきも言ったように、あのインターネットにはあの全部その数比の5コアとか5コア以外も出してくれるサイトはありますよ。だからローマ字で自分の名前書いてで誕生日入れたら全部間違えてバーッとすぐ出してくれるやつはあるのでもしそういうの知りたければあのめんどくさんやったらそっち使ってもいいと思います。ただある程度計算慣れてないと現実世界では使いづらいっていうだけ。しました。そしたら、自分の太陽星座、はい、もう何座かっていうのをちょっと考えてもらって、もしさっきホロスコープ見てて覚えてるんだったら月星座も何かっていうことだけ考えてみて、そしたらですね、この組み合わせで、せっかくやから、ちょっとズームの人はできませんけどね、ズームの人は他人だと思ってやってください。隣同士2人1組になって、はい、自分が占い師になったつもりで、太陽と月、ね、それとその星座で数比が何番と何番、ソウルナンバーとライフワースだけでいいんで何番と何番っていうのから、その人はどんな人だっていうのを皆さん占い師になったつもりでちょっと判定してみてください。隣2人1組、誰と組み合わせてもいいの。先生、はい、ズームの方がさっきの太陽とホロスコープのをちょっといじってあげれますか。はい、どっか月まで何どういう生年月日だけチャット欄にあるので何いじってもらいたい。あ、いじってもらいたい。そう、
ロスラジオ、今日初めて見るものとあったんで、私から別に、このスポーツは女性はちょっと分からないんだけど、こっちとして、私は、カメラのやつは似てないから、お一人ですけど、でも、女性の写真とか、あっちが奥さんの写真とか、ちょっと、私、ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい。スマホがいいよ。あ、これが使ってくるやつ、はい、で、ソールの方が チャットで書く人はね、一人だけね、ホロスコープ読んでもいいけど、その他の人は、太陽星座と月星座と、今ね、こっちもやってますから、なんだっけ、ソウルナンバーとライフパスを自分で計算して、自分でチェックして、それを書いてください。ズームで、ちょっとやってほしいって人がおるんであれば。島田さんもズームに入れたて、場所を呼んでくれる。ナンバーの解説は、ナンバーの解説はこれです。1から9の解説はさっき言った偶数奇数と集団個人、そこからまず始めた方がいいと思います。
数は少なくなったから、簡単にね、やりますけど、今ズームの人もちょっと言ってたから簡単なやつやりますけど、どこやっけ、お羊で、あ、違うわ、まあ、ヤギちゃんは、これじゃなくて、まあ、ログハウスでもまだヤギやから非常にヤギってね、まあ、近くで思うんだけど、まあ、はい、今ちょっといいですか、いいですか、はい、今ちょっとズームの方でチャットに書いてちょっといじってほしいっていうのがあったので、まあ、例にとってねやります。1986年5月29日生まれやってっていうので、時刻、あ、時刻ね、ごめん、時刻が、ここ何時っけ、22時40何分やね、40ちょうどでした。で、どうなる？あ、だとこうやって回るんですね。はあ、っていう風な感じですけども、これでいきますと、この人は、太陽と水星が双子座でしょ。はい、で風星座の流動人格で、ね、流動星座っていうことになりますから、だからいわゆるこうなんていうかな、二重人格系っていうか、その場所、まあ、ちょっと現代的に言うと場所場所で顔色を使い分けるやつみたいな、まあ、そういうふうなイメージとかを、まあ、頭の中にはイメージしといて、で月は水亀座になりますが、これ男か女か分からんけど、一応じゃあ男っていう前提で入っていきますと、女性です。あ、女性なの、え、違う違う、この人が女性なの、相手が女性、この人が女性、この人が女性、この人が女性、はい、あ、っていうことであると、だから月星座は、はい、まあ何だっけ、陰の姿とか女性性の姿とか夜の顔みたいなのを、何て言うかな、表してるっていう風なことになりますか。水亀座は風の不動っていうことで貯めるみたいなっていう感じになりますので、まあ水亀座比較的な流行敏感でおしゃれみたいな、はい、感じのところがあるっていう星座だっていうことではありましたけれども、それよりは溜め込んで我慢するみたいな言わない記憶も全てね、はい、含めてみたいな、まあ、そんな感じ、はい、の、イメージでまず捉えるわけだ。でもそれだとなんかありきたりの話しかしてませんから、だからそれを分かりやすくするためにいつも私は下ネタしか、はい、使わないということになるわけなんですけれども、これでいきます と、双子座、太陽星座とか水星が双子座だから、この人は二股をかけたりとか三股をかけるのが大得意っていう、まあ、そういう風な人なんだけど、なんだけどその割には毎晩毎晩やってるんだけども、その度になんか不満しか食べてないみたいな、そういう感じの人みたいなイメージ、うんうん、っていう風な、いや、これ女性なんでしょ、知らんけどさ、はい、
でもまあこの星座配列では普通に男関係が正常だったら俺びっくりするわみたいなっていうぐらいの感じ、はい、ですけどまあそんなようなイメージとかでね、例えば考えたりとか、まあ、してもらえればはいいいかなみたいな感じ。金星蟹座派になってますね、これだとね、はい、冥王星がサソリ座みたいなっていう風なあの感じになってますから、ここに水があって、まあ、魚座はそこに、はい、あの木星に、はい、ありますけども、木星と金星ってちょっと女性性をちょっと漂わせてるようなそういう星座っていうことになるんやけど、これもだからそれもじゃ今言った要素にちょっと入るんですよね、はい、だから男に依存してないかどうかちょっと気をつけた方がいいんじゃないみたいなっていうイメージとかはちょっと持ちたいところで、そこになんか伊手座の騎士要素が入るって、あそこに伊手座ってありますか、2つありますからっていうのをちょっと考えてみたら、はい、あのなんていうかな、ダメンズウォーカーとかやってませんかみたいなイメージとかも当然考えてもまあいいみたいな、はい、まあそんなような感じになるわけなんですけれどもでこの辺のね、こっちはこれハウスで言うと、これ1番は自分のことを表すんやけど、この12番は秘密とかを表す、11番もそれに近いような感じで自分の隠れてるところみたいな、はい、このアセンダントの方はね、そういう風なものとかを結構表してるんですけど、これこう22時40分に生まれてこっち側に結構寄ってるっていう風なのがあるから、でここもだからなんていうかな、この真上のところまで来るとなんていうかな、自分のその地位とか社会性みたいなやつ、はい、の話とかになるんだけど、ここにやっぱ寄ってるっていう風なのが、はい、どうしてもこう秘密主義に見えるわけよ、はい、それだけでもね、すごい簡単に言うと秘密主義に見えるっていう風なところがあって、でそれでさっきみたいな解釈とかになるのかなって思うんですけど、これが一例だけずっとやってれないから、他例えばこれは誰か知らないけど、チャットに書いてあるこれあれですね、5コアを全部出してますね、はい、ライフパスが4の30秒ですね、ライフパスが4のソウルがまず 6なんですね、でライフパスが4っていうそういうような数字になってますけどこれは情報とも女性性を表す数字ですよね、はい、偶数やから、はい、で数字が大きい方が集団が大きいようなそういう風なイメージを持ってもらいたいので、まあこれ、まあ、よく言うと女性的で家庭的な数字みたいなそういう風な並びになってるなんだけど、ディスティニーが3になってますから、これディスニーが3で、間違いが7や、奇数が3と7になってるんだけど、ディスニーが一番分かりやすい、3やから3ってなんか息子みたいな数字だっていうふうに言いましたけど、実は家庭的な要素を持ってる人のはずなのに、どちらかというと男として振る舞ってるみたいな、まあそういうふうな感じ、はい、で、この人は捉えたらいいと。でパーソナリティまた6で、これ実はソウルとあんま変わらんから、はい、この先も、はい、周りの世話をして、はい、あの女性としてね、はい、やっていくみたいな、まあ、そういう感じの人なんだけど、最後は多分アマになるかなんか分かんない、瀬戸内寂聴みたいになって、はい、でもう男と女を混ざって、それもよく分からないけども革命家みたいな、なんかそういう発信者みたいな感じの人になるみたいな、そういう感じの人みたいなっていうイメージなんだけど、はい、これをね、まあ、これ今5コアですごい簡単に言ってますけど、それを、皆さん今度会場の人ね、先ほど星座と、はい、数比をちょっと合わせてみるっていう、はい、誰かいじってほしい人いますか、あ、いるね、はい、じゃあちょっと手前からいきましょうかはい、星座を、星座太陽が牡牛、牡牛で月が蟹、はい、で、ソウルナンバー8、うん、ライフパスが5、ライフパスが5、5、うん、全部足すやつ、全部出す、全部出す、誕生日だけね、はい、はい、全部出すっていうような感じですけども、やべ、あ、まだ来ない、いいかな、なんだっけ、太陽が牡牛、
はい、ですから雄牛は、さっき言ったように非常に硬い、はい、堅実系の、はい、まあ、星座っていうふうなことになりますよね。はい、でなんだけれども、月は、女性性を表す星座ですけど、それがカニ、はい、ですから、この人は硬い人筆頭みたいなっていう感じですね。基本的に外見見てもなんとなくそんな感じが伝わってくればいいかもしれませんけど、まあ、よく言うとですね、よく言うとそのなんだろう外でも堅実な考え方とか堅実な、まあまあ、仕事でもいいし男選びでもいいんですけど、はい、堅実な人しか選べないみたいな感じで、でカニはよく言うと家庭的みたいな、はい、母性愛があるみたいな、そういうふうに捉えることはできるんで、まあ冒険ができないみたいな、はい、まあ、そういうふうな感じで、はい、家庭を大事にするというふうに、捉えることはできるかもしれませんが、はい、それじゃちょっとネタにならないからっていうことだと、男をまず選ぶことができないと、男と付き合えないみたいな、まあ、そんな感じ。それで、さらにカニの場合はね、カニは活動の、からかぶりっていうことになりますから、だからそれが月なので、だから一遍ハマったら毎日のようにやりまくってるみたいな、そういう感じ、イメージ的に言うとね、はい、でも浮気はしないタイプだろうなっていうふうにして、一応その数字っていうかその星座配列だとね思われるんですが、それがソウルが8やから、ソウル8っていうことは、8って数字が大きい数字の女性性の数字ですよね。だから普通に 女として生まれてきたっていうのはあるんだけども、8はすごくこう全体の世話をしたり面倒を見るようなそういう感じの人だから、もしかそういう家庭構造とかもしかして本当に持ってるかもしれないけど、それ周りの世話をするっていう風なことに、はい、自分のなんか生まれ持った性格とか使命みたいなやつをちょっと感じちゃってる。これでもあの他の星とかそれとかあの何パーソナリティとかその辺見なきゃいけないのもありますけど、今の話でいいことばっかり言ってますけど、ちょっとあの方向がずれるとダメ増加になる可能性が、まあ、あるわけですから、それ大丈夫かどうかっていうのとかも考えなきゃいけない、確認しなきゃいけないって感じですね。でそれで、ライフパス何だっけ、5に見えないね、はい、5っていうと、ま、お孫さんみたいな感じで、だから好奇心とか冒険みたいな感じですから、自由奔放、はい、開拓みたいなっていう風な感じ、はい、で、進んでいくっていう数字が、まあ、一応5っていうことになるんですけど、まあよく取ればというか悪く、よく取ってないのかもしれないけど、はい、そういう今までの解釈でいうと、なんかどちらかというとおとなしいタイプの人っていうそういう解釈の仕方になってるんですけど、5はその逆になってますから、まあ、もとそういうなんか家庭でも何でもいいんだけど、そういうような構図とかも同じくあって、で自分自身をそのままなんかある程度抑圧しなきゃいけないっていうのを、まあ、解放したいっていうところから無理して多分5になる。ライフパスでそういう意味合いがあるので、生まれてから今まででどんなこう何のかな人生の道を歩んできたかっていうことになるから、はい、でも5の姿は多分俺はカモフラージュなんじゃないかなっていう、はい、そんなようなイメージに、はい、なる。無理してやってるみたいな、はい、で対抗してじゃないけどなんかいろんなものっていうような、まあ、そんなイメージ、はい、取りますけど、基本的には堅実派なんやけど、その堅実派がどうなってるか、で他のやっぱあとそれをもうちょっと細かく解釈したければ他の星とか他の数字とかを見てやっていけばいいということになりますね。他にありますか？はい、あどうぞ。はい、だちょっと待って、始まります。太陽星座が、はい、獅子のお羊、はいはい、これヒーとヒーですね、はい、これで、はい、で、ライフパスが11、はい、ソウルナンバーが何？変態やんか完全変態、現代的には、はい、好まれるかもしれませんけど、はい、もう火となんかあれしかないもんねはい、だから何、まあ獅子座はどっちかと火の不動でどっしりみたいなっていう風な感じがありましたけど、ただ自分女性としての男性性としては基本的には燃えてるんだけどちょっとお尻感があるんだけど、お羊座はもう日の活やからますます燃えるっていう感じなんで、だから昼も男をコントロールして支配して会社の社長みたいにやってて、夜は夜でそのさらにそのホストも全部含めてはべらかしまくってる女みたいな、それぐらいのイメージ、それぐらい強い人みたいな、そういうイメージじゃないといけない
感じで、それが生まれてきた時に11ですから、11っていうのはあのゾロ目になるので、ゾロ目はなんで変態数字とか言われるかとか、ゾロ目だけ別に分けなきゃいけないかというと、両方の要素を持ってるからなんですよ。だから11っていうのは1の要素を2倍持っていて、で1と1足すと2になるから、1と2の両方の要素を持ってるということになるんですよね。はい、だからその両方の要素を持ってるから変なやつが多いっていう、だからゾロ目は変態、ゾロ目は変態って必ず数比で言うんですけどそういうの意味合いになる。で22は2と2を足すと4になるから、だから女女なんですよ、すっげえ女女、はい、みたいな。男が22つけてたら絶対おばちゃんやのお前みたいなぐらいの感じで、33だと3はだから男数字なんだけど、6は女数字になりますので、はい、だから何その長男としての役割みたいなやつと、もうちょっと周りを全体世話するみたいな役割と両方を背負ってるみたいな感じの人って感じだけど、11で生まれが11でしょっていうことやから、お俺様っていう感じなのと、私王女様みたいな感じなのと、世話役みたいな女性の要素とが全部混ざってるみたいな、それがでもそのままその獅子とお羊の要素を全部もうカバーしてる感、丸出しみたいな感じ でしかもそれが、その何になったって 7になったっていうことですから、だからもう それがさらに男数字でしょ。7はだから広い数字なので、僕は会社社長とか、はい、革命家とか、はい、まあ、そんなイメージの、はい、数字で捉えてますけど、はい、7は革命家、はい、8は世界の母っていうようなね、そう分かりやすく言うためにね、そんなようなこと言ってますけど、はい、まあ、そんなようなイメージ、はい、だから、まあ、よく言うやなんかね、何やり手の社長みたいなノリなんだけど、もう悪く言うとどこでも行っても嫌われる人みたいな、それぐらいのイメージ考えといて、もうだってもうそういう要素満開も、だってもう火とかもうそういう要素満開も、はい、やりすぎて失敗みたいな感じ、イメージ的に言うと、それで気をつけてくださいねみたいなっていう感じなんで、他誰がやめる感じですか。はい、どうぞ。じゃんけん、ちょっと多くなって、じゃんけんしようかじゃんけんしようか、そこ2人ちょっとじゃん、そこ2人じゃんけんして、そっち2人じゃんけんしてあと岡田さんをいじってあげて、マジで。もう岡田さんはちょっとなんか飯の時の方がいない。はい、どっちですか。はい、はい、どうぞ言ってみてください。うん、ソウルナンバー、名前の33、はい、ライブバーサー3、はい、月がいて、あーってことは、まず何やっけ、普通のあれから言いますと、占星術から言うと水亀が基本でしょ、はい、で水亀座はさっき言ったように、はい、クールビューティーのなんか溜め込みやすい、はい、冷酷系みたいな、まあ、そんなような感じで喋り、ましたけれども、で何だっけ、月何言ったっけ、月が月いて、いては火の星座で流動やろ、でほいで、まあ、騎士言うたら聞こえはいいけど、早死ぬし、何だっけね、はい、もう燃えてるっていう、そういう感じなんだけど、ほいで何だっけ、ソウルナンバーが33、はい、で、ライフバースター3でしょ、それって基本的には両方ともすごいおっさん数字ですよね、はい、おっさん数字、男数字ですよね。33は一応女要素持ってますけども、33は結構多くて変態筆頭みたいな、はい、数字、私も33持ってますから変態筆頭みたいな感じがあり、それから、だから男として育ってきたってことになるんですよ、はい、息子として育ってきたっていうことになるんだけれども、でなんだけどパッと見そういう感じに見えないんだよね、はい、なので、まあ、パッと見だっていうとね、はい、そういう感じには、はい、見えないっていう感じがあるので、でこれ例えばそういう風なの見た目、なんとなくのね見た目とのギャップがあるっていう風になったら、それはもうちょっと親問題とか、例えばそういう風なイメージとかを、まあ、考えるみたいな、はい、感じね、はい例えばよくあるのが、どうしようかなあんまりね人相とかね、そういうのの話をするとね、だいたい切れられるから俺もまあでも次のあるよ、まあ、例えばね、水瓶座っていうのはもうなんかね、夜の女性みたいなイメージが一番分かりやすいと思う。夜のイメージじゃないでしょ、イメージじゃないですよね、はい、もっとこうなんか、あ、もうこういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、水瓶座こういう感じ、水瓶座そうっていう感じなんですけども、そのそれがまず生まれてきてそうだっていう風な感じがあると
というふうに言ってるんですが、本来の水瓶はそういうふうな人っていうところがあるんですが、それがないっていうのがあって、それでナンバーが33と3ですから、だから全く知らんけど、例えば親でも何でもいい、なんか女として扱われなかったとか、女として生まれてこなかったよかったとか、何でもいいじゃん、他ね、よく男の子として扱われたとかさ、よ昔ではよくある話だと思いますけど、ライフバースがやっぱ3になってしまって、で そもそも33っていう数字をもともと持ってるっていうことでも、そういうふうな何かしらがあるんじゃないかなみたいな。あ、でそれがいてが月っていうことになりますから、何、夜はもうだからもう それを発散するために、隠してるものを発散するために暴発するみたいなね、例えばね。はい、すごいおとなしそうに見えるのに、なんか急に付き合った人はこっちは何やろ、全然違うみたいな感じになるとかね、まあ、そう、例えばそういうイメージとかで捉えたりとかするわけなんですけども、はい、っていう、だからそのなんちゅうの、その占いやるときに、今はだから当たってるかどうかもちょっと別ですよ、全然事情全く聞いてないからね、別だけれども、そういうふうにして、こうもともと生まれ持っている性格と、その途中とかですね、今のその何、なんとかな、今の状況とかで、僕の場合は病気とか、もう社会問題でも何でも含めて、そういうふうなものを相談を受けることが多いから、なんでそれが起こるんだっていう時の解釈というか分析のためにこういうのを使ってるっていう感じ、ね、はい。もしそこでもうだからこう帰りがあるっていう風になったら、もうそこにドラマだらけやろ、どうせドラマだらけやろみたいな、そんなノリでね解釈できるし、どうせここが隠れてるやろって、そうやってやって、いやでも大丈夫です、私全然家族 仲がいいんで死ねお前みたいな感じ言ったって、全然いやいや、このあれを見てもそれ全然伝わってきませんみたいなね、とかを突っ込む時とかに、まあそういう話を持ち出すっていうイメージなんですね。まあ後で当たってるかとかそこ聞いといてください。はい、じゃあどうぞはい、そこ誰、はい、どうぞ。あ、いいよ、どうやったら、はい、あ、こっち、はいはいはい、太陽星座がお羊座で、うん、月が水亀で、うん、ソウルナンバーと、両方とも5、両方とライフナンバーも5です。 5?5? はい、そまだ嘘つきやんね、だから今の話で言うとえ、だって、太陽がお羊、はい、お羊で、月が水亀、はい、それともますますもうだからもうなんちゅうのかな、もうアイドルとかなってないといけないですね、理屈上で言うと、はい、もう火の要素の王様要素でする月の、はい、ね、なんちゅうのかな、おしゃれ要素みたいな、でもまあそれぞれ、まあ、当然溜め込む要素も当然考えなきゃいけないっていうのもあるんだけど、もっとなんかもう派手に生きてないといけないはず、もう全然派手さが足りない、派手さ全然派手さが足りないっていう風なイメージですよね、っていう風なのが、これで何本と何本って言ったっけ、5と5や、5と5でしょ、5と5もだから、5と5もだから、その派手さっていう風なのとかが 5だった、5のままだったら分かるんだけど、はい、だからあんま派手じゃないようなイメージがあるから、だから5も嘘になってるから、はい、5も嘘になってるから、相当闇が深い、闇が深い、いえ闇深いなみたいなっていうイメージとかで、例えば捉えたりとか、はい、しますか、ね、ゴーゴーやろ、全然ゴーゴーには見えないね、ゴーゴーの人ってもっとなんか奔放な感じ、本当はね、本当はですね、本当はですね、はい、はい、好き勝手してるみたいです、はい、っていう、そういう感じがないと、はい、いけないっていう感じですけど、え、それで、はい、最後、はい、こっち、はい、ライフ8、うん、ソウルが、ライフ8のソウルが1、はい、で、うんいや、まあ土やもんね、はい、で、もう乙女座っていうのは八方美人の悪女って言いましたけど、もうその、まあ、見たほら、八方美人の悪女見てこない八方美人の悪女見えてこない、なんか、はい、すごくなんかいい感じでこう見せるみたいなっていう風なイメージとかで、8はだからさっきも言ったように数字が大きいので、はい、集団化した数字っていうことになるわけなんだけど、はい、どっかでこう、まあ、アダルトチルドレンの、ね、言葉で言うとリトルナースとかイネイプラーとか、そういう、こう世話を焼くっていう、なんか世話、周囲の世話しなきゃいけないっていうなそういう風な環境のもとに生まれてきたんだなみたいな、まあ、そんなイメージですか、はい、なんだけど、いや本当はそれは嫌だからっていうことで無理やり決まって、で1になるっていうのは俺様になるっていうことですから、っていう風な流れっていう風なのがあってみたいな、はい、なんだけど土の要素は隠せないから、どっかでみんなにこう何か何て言うかな、
あのペースを合わせてですね、忖度をしてみたいな、はい、っていう風なのと、それは嫌だっていうのの、はい、その総括みたいなやつがあって、はい、やってるみたいな、そんなイメージになると思うんだけど、それをだから人生の、あの系譜みたいなやつと照らし合わせて、考えるようにしたら、はい、読みやすくなる、そんなイメージ、はい、っていう感じやけども、ちょっとやっぱり時間が足りない、はい、もうやっぱりあと30分しかないっていう感じなんですけど、ちょっと待ってね、ちょっと待って、あ、違う、こっちに変えなきゃいけないでね、はい、今数秘の話とあれをしたんですけど、最後にちょっと手相の話したいんですが手相の話前にちょっとだけね、はい、あのもうこれはもう皆さんやらなくてもいいです、スライドで、あとイメージがちょっとあればいいと思う、これも 見えないから あれだと思いますけど、はい、占いので僕自身があのよくやっているのは人相、人相です、これ東洋学でね、はい、あの感想って言ったりとかしますけど、はい、よく使います、使いますけど、あの人に言うことはほとんどないですね、はい、とにかくですね、人相はですね、人に喋るとですね絶対切れる、はい、絶対切れないから教えてください言うても絶対切れる、 100% 切れるんですよほんまに、はい、だからもう絶対言わないはい、ということで心に決めて、私だけが勝手に解釈してはい、まあその雰囲気みたいなね、そのおとなしい人とかね、雰囲気ね、全体のね外見の雰囲気でそれぐらいなら、まあまあね、言ってもまだ大丈夫なんですけど、はい、形とかね言うともうみんなのコンプレックスをもろもろ刺激することになりますから、はい、だからあんま言わない、でもそれが実は大事で、皆さんで言うと、日々日々実はやってることで言えば、嘘ついた時とか、突っ込まれてすっごい嫌な時とかっていうのはこの辺がヒクヒクってなったりとかね、こうやってクリッてなったりとかするとかっていうのぐらいはもしかしたらね観察してる人とかいるかもしれませんけど、はい、それも実は人相であり、だからその場所にとっても意味がある、まあ、そういう風な感じなんですね。そういうのをずーっと統計体系化していくと、まあ、まあ、こんな感じになるんだ。これもでもパソノロジーやからこれまだあの大してこう細かくはないけど、はい、東洋の人相だともっと細かいですけど、あれな細かすぎやと思う。覚えられないね。あれもうあれだけでも一生かかって覚えなきゃいけないぐらいの感じになっちゃうから、はい、そのそれだけでね食っていくんじゃないければあんまり覚えても、はい、意味はないのかなっていう風に思う。はい、でこれだけ覚えとくだけでも違うと思います、はい、この形態が形が実はね精神を表すってイメージで、おでこ大事です。おでこはキネシロジーの話、これ考えと一緒なんですけど、はい、これ前頭葉っていうのは人間らしさを表す脳みそだってよく言われてますから、だから前頭葉が大きいっていうのは人間らしいってイメージですね、はい、なのでだからおでこの形を見るとその人の考え方が分かるっていう、はい、でこれね、あと感じ方みたいな、だ目と耳が一番目見て、聞いてっていう判断をしますので、目がどんな形、耳がどんな形っていう風なのでこの人の感じ方が分かると。で鼻とか口は呼吸をしたり口をした、ね、あのあれしたりとか感じるというよりもどっちかっていうとどうやってこう出していくかみたいなイメージやから、はい、だからその鼻と口の形とかでこの人はどういう行動形態を持ってるのかみたいな、まあ、そういうイメージとかを考えるっていうことです。これがまあ本当実は基本中の基本、これテレビでこれだやってたぐらいだから、テレビのやつからね、あのインターネットはもらってきただけなんですけど、はい、これがまず本当初歩の初歩なんですね、はい、であと算定って言ってね、でこの 上下こう配分があるんですけど、本当はこれ3分の1ずつが一応理想なんですが、どうしてもですね人間の顔ってそうはならないみたいな、でこれだから表して時期があるので、はい、これをちょっと知っとくだけでも違うっていう感じですね。ここが長い人はだから晩年にあの運気が高まりやすいっていうこと、はい、ここもここはその逆で、ここがあれやと最初だけみたいなっていう、そういう感じ、はい、みたいなイメージなんですけど、まあ、そういうふうにして捉えるんですねあとですね顔いろいろあるんですけど、こういうの見たことあるんじゃないかと思いますけど、まあ、これもいっぱいあるからね。でね、もう見てるとネット見てると分かりますが、これも全部臓器配列が違うやつがいっぱい載ってるんですよ。だからどれが正しいねんってなるでしょ。だからどれも正しくないと思ってください、はい、どっから引っ張ってきたのこれみたいなっていうのが多いんですよ、はい、だから僕はですねこういう風なのはリフレクソロジーとかも近いんだけど、リフレクソロジーだと大体人体と同じような配列になってるからいいんだけど、はい、これだとなんでそこのここになんみたいなのが分からないので、僕はこういうのは採用しないです、はい、もうこういうのを採用してる人とかいるのがね、エステシャンとかいるんですけれども、はい、どれを採用するのってその理由は何みたいなのはもうみんな説明できないことが多いからあんま採用してない。僕はどちらかというと
その相似系というフラクタルっていうのの考え方をすごく重視しているので、顔にも人体が、これ一応顔に人体があるように書いてますけど、ね、まあ、そういうふうなイメージで捉えてることが多いかな。例えばこれどう取るかって言ったら、例えばどうしよう、ほくろにしましょうか。あ、ほくろがその場所にありますって言うと、そのほくろの場所が人体の臓器っていうとどの辺の場所にあるみたいなっていうふうなことを考えてみたら、それだけでもそのほくろの意味みたいな、深層心理的な意味みたいな、そういうのをつかむのにも役立つかもしれないみたいな、こんな感じ。あとよくはね、肌荒れがここだけ肌荒れするとかさ、何でもいっぱいあると思うんだけど、それも同じような意味になりますね。あとは僕は、あ、これはさっきか、これは他のやつで出てくるやつなんだけど、本当に全然違うんですよ。はい、もういろいろこれも上げ出したら切れないんだけどね。はい、だってこれなんかも全然違うでしょ。例えばこれなんてさ、ここの口の下って甲状腺と喉元になってるんだけど、はい、これなんてこちら卵巣になってますからね、子宮卵巣になってるから、ね、はい、全然違うでしょ。だどっちを信じればいいんだってなるじゃん。はい、どっちも信じなくていいですって話になるしかないんですよ。はい、はい、でこれもね、ここは心臓になってるのは多分東洋思想から入ってるというふうに思うんですけれども、これは携帯から多分入ってる。はい、でこれ何膣と一緒です。下の口っていう、なんかそう セックスの話になりますけど、っていう風な意味合いでここに子宮と卵巣があるっていうふうに捉えてると思うんだけど、まあ、それは全然解釈の仕方が違うんよ。西洋と東洋も全然違うから、はい、どれ採用するかはっきりしてない中でこういうのはあんまり、はい、採用しない方がいいなと思いながら見てます。で僕は東洋の人間やから、この経絡ってやつがあって、でこれはなかなかね、鍼灸師じゃないと覚えないと思うんですけど、はい、でこの辺を参考にして、その人のですね、まあ人相もそうやけど、その場所でね、なんかできもんとか皮膚とか、あ、じゃあごめんなさい、ほくろとかあったら、痛くなるもん、どこだけ痛くなるとかさ、あ、っていう風なのがあったら、まあそれで判断するようにまあしてますけれどもね。だけど人相はもう言い出すとね、はい、まあ、キリないのもあるんですが、さっき言ったように、はい、読まないというか、自分だけ読んで人には言わない、はい、切れるからみたいな、はい、感じでね。それよりは、はい、絶対に言ってもですね、切れない、なぜだろうっていうぐらいわからないんですけど、切れないのが手相なので、はい、後の時間は手相だけに費やしたいというふうに思いますね。手相なんかみんな好きですよねみたいな、はい、のがありまして、はい、手相もですね、大きく分けると東洋手相と西洋手相ってやつがあるんですけど、僕は東洋の方の考え方だけで最初はやってたんですね。で東洋の方の最初の方で言うと、一つはやっぱり同じこと、経絡ってやつがありますから、はい、この経絡に全て意味があるんで、手には6本の経絡があるんですけどね、あ、そうにしてその手の経絡っていうふうなのがあるから、その意味っていうのを考えながら、はい、読み解くっていうことをやってました。はい、でこれまあネットからもらってきただけやけど、はい、でこの経絡そのものに意味があるんで、もうこれを理解しようと思ったら、この臓器の意味を理解しなきゃいけないんで、東洋学の臓器っていうのはここにある肺だけじゃなくて、肺の意味があるので、それを理解しなきゃいけないから、今日ちょっとやるのはしんどいと思います。それよりは皆さんに今日はですね、やってみてもらいたいのは、西洋手相ってやつですね。でこっちはこれまだ同じ、これはリフレクソロジーとかと一緒で、手が全身になってるみたいなイメージだから、これ東洋漢字になってますから、これ東洋手相の続きねっていう感じなんだけども、でこれも反射区になってるでしょ。でこれもだからリフレクソロジーみたいな感じになってる。僕はだから全身が全身になってる図が一番分かりやすいと思うから、足裏もそうなってるでしょ、はい、っていう感じ。それと違うやつを出してくる人もいるので、僕はそっちはあんまり採用しない、信用しないって感じで、こういうふうにして、はい、上から下に普通に体がここにあるような足裏と一緒でっていう風なイメージで捉えることが多いです。だからこっちを採用してる方が多いからっていう感じなんだけど、でもはいはい、はい、それよりも今日はですね、やりたいのは西洋手相の方なんですね。でこれちょうどね、本が出まして、寺島美沙さんっていう人がすごい手相学ってやつを出したんだけど、人実はうちの近所にクリニックの近所に実は住んでて、はい、でうちのスタッフがですね、はい、会いに行ったところから、まあ、ご縁が始まりまして、はい、出版と出版社がくっついたのは一応私の、はい、あれがあったからみたいな感じなんだから、ユサブルっていう会社が、ね、出してると思うんですけども、はい、まあその人にね、僕は手相の中では、まあ、人が僕一番面白いというか、はい、非常に分かりやすいというか、はい、っていうことで参考に、西洋手相としてはね、西洋手相は僕は昔からそんなやってなかったんでさ、はい、
まあ、参考させてもらってるんですけど、だからこれこのスライドもそれ借りてるんですね、はい、っていう感じなんですけど、結局西洋手相とかその、まあ、美佐子さんがやる手相枠っていうのは、手っていうのは、はい、脳とつながっていると、はい、精神と脳もつながってるし、だから手の現象とか手のシワのでき方から全てそうなんですけど、はい、脳のシワと変わらないと、ああいうような、だから未来を読むとかそういうふうなことよりも、だからその人にどんな精神が隠れてるかとか、今どんな精神かっていうふうなのが、そこの中に出ているっていう、そういう取り方をするんですね。この解釈だと非常に医学的に活用しやすいと、はい、いうふうなのがあって、はい、手相だけ見て将来どうなるだけ言っててもね、はい、あんま意味ないんでまあそういう意味で参考させてもらってる感じなんですけど、はい、で今日はもう一番やりたいのはここです。これに尽きると思います。はい、でまずね、手相っていうのを見るときは、この手の線を見る人がほとんどで、そういうイメージしか持ってない人ばっかりだと思うんですけど、この手の線はどうでもいいです、はい、これがまず最初の最初、おまけですね、はい、見るとしてもおまけで、はい、手を見るときは必ずも手の形そのものを見て、出し方も全部含めて、はい、見ようっていうふうにしなきゃいけない、はい、でそれが一番大事なんですね。でもどうしても何度も言いますけど、この線ばかり見ちゃうっていう感じなんだけど、はい、でまずだから手が大きいか小さいか、はい、でそれにも意味がありますね、はい、手が大きい人の方がまあいいって言われることが多いけど、まあそう一概にも言えないかもしれないかな、はい、で手がですね、分厚い人、はい、薄い人、基本的には分厚い人の方が人情が、はい、厚くていい手相だと、はい、で後でも出てきますけど、ワクワクゾーンとかってよく言ったりしますが、はい、自分のね、生き方をしっかり全うできてるみたいな感じだと手が熱くなる、で自分が忖度ばっかしてる人だと手がどんどん薄くなっていくみたいなっていうような、そんなイメージ、はい、で捉えることがありますね。これ次は指で、指は長い人、長い人は基本的には、慎重派で判断するタイプの人、短い人は即断即決みたいな感じで、まあ、判断するようなタイプの人っていうことで、分かれますね、はい、で長さ短さで言いますと、自分のこのここのここからここまで、はい、ですか、手のひらの指の付け根からそのこの手首の根元のところありますけど、ここよりも指が長いぐらい、同じぐらいだとも長いと思った方がいいぐらいですね、日本人だと、はい、なんだけど、それを短ければ短いみたいな、そういう感じで、はい、捉えますね、はい、で薬指が長い人と、はい、人差し指が長い人はいますけれども、薬指が長い人の方が男性脳的タイプで、はい、人差し指が長い人の方が女性脳的タイプで、もっと言うとこれあと右手と左の違いがありまして、はい、右手っていうのは左脳の領域になり、これ脳梗塞だと反対が起こらなくなりますから、左脳っていうのは男性脳で論理脳とか男関係 のイメージの、領域を扱う脳なので、こっちは、なんとかな、精神療法の用語で言うと健在意識とか今とか演技してる自分的な、そういう意味合いを表す領域ので、これが右手です。で左手はその逆で、右脳サイドになって感性とか感覚とか母性的な話になるんですけど、こっちはもっと潜在的で古い時代とか、さっきで言うとソウルナンバーみたいなイメージの、はい、数字で言うとね、そういう風な意味合いを持ってるのが左手っていう、そういうことに、はい、なりますね、はい、であとですね、出し方みたいなのもあって、はい、例えばどうしよう、こうやって手ちょっと出してみてくださいって言ったら、こうやって出してくる人いるんでね、こうやって出してくる人とこうやって出す人いるじゃないですか、ね、それだけでも全然違うんですよ、意味合いが、はい、でこれは指の意味がまず分かんなきゃいけないっていうのがあるわけなんで、指の意味は後で出てくると思いますけど、それでね、それが極端になるとどうしよう、俺ちょっとできないけど、こういう感じで無意識でこういう感じで出ちゃう人、はい、だからこれ中指と人差し指が今、ごめんなさい、中指と薬指がちょっと空いてる感じでわざと今出しましたけど、はい、でそうこうやってちょっとね出してきちゃうっていう段階で、その人のもう深層心理がその手に隠れてるっていう、そういう取り方をしなきゃいけない。あとよくあるのが、手を反って出す人と、手がこう曲がってこう出す人、はい、と、あとはまっすぐ出してるつもりだけどここが曲がっちゃうとかいう人いると思うんですけど、これも全部意味があります。で、捻挫してるとか何の関係もない、私スポーツでバレーやってたから捻挫して、それでだからその指がこうやって変形してるんですけど、関係ない、治らないっていうことはそこにもっと根深い何かがあるからっていう、そういう取り方なんで全然関係ない、
で例えば一番分かりやすいのがこうやって反ってる人、あもうこれだからこういう感じ、姿勢で言うとこういう感じ、イメージ的に言うとね、自分を表すから、中指が自分を表すんだけど、あそれに対してこう、どうしてもね、女性でこう、もうすでにこの丸く出てきちゃってるけど、はい、こういうふうに出てきちゃってるってこういう感じなんで、イメージ的に言いますと、はい、でこれで、ね、例えば第一関節がこうやって曲がって出てきちゃう、これ自然に出てきちゃう人は出てきちゃうんですけど、そうすると後背を垂れてるような感じなんで、こういう感じかな、イメージ的に言うと、はい、っていう感じで、そういう精神が隠れてるみたいな、はい、でもそれがどの指に出てるんだって、またこれ組み合わせ理論になりますけど、でどっちの手がそうなんですかっていうのもまた組み合わせ理論になるんだけど、そういうふうにして読んでいくのが最初になるっていうことなんですね。はい、で指の意味はこれまあインターネットから誰が言っても同じなんで、はい、これで読みますけど、親指はそのまま親のことを表す指です。で人差し指というのは社会性を表すっていう、そういう指になるから、はい、友人とか、はい、いろいろね、周りの人みたいなイメージことを表す指が人差し指で、中指は自分を表す指で、で薬指はパートナーとかを表す指で、子供、小指は子供を表すっていう、そういうふうな指っていうことになりますね。はい、でこれがどういうふうにしてこう出てくるかっていうことをまず見なきゃいけない。これで第一子、第二子、第三子ってやつがあります。ここにこうやってねありますけど、本当はこれ3分の1ずつが理想っていうことになりますが、この第一子の指とここ第二子の指とこの第三子の指の意味に違いがあります。はい、で第一子っていう、ここはね、これはね、これ占いテレビサイトってやつが抜き出しただけなんだけど、言いたいことはこれ分かるんだけど、僕が教わった限りはここは精神です。工事精神みたいな、ちょっとなんかスピのイメージだけど、はい、そういうふうなこう精神そのものみたいな感じ。精神と脳みそ違うんでね、正確に言いますと、脳みそはそれを実際に肉体として統合して発露していくとか指令を与えるみたいな感じだから、で第二がこれがだから脳みそ的な、で第3が体みたいな、そういうような感じですね。でここにあるだから真ん中にあるとか、これはだから節になってますけど、これフィルターみたいな感じ、はい、連結してるんだけどフィルターみたいな感じだから、例えばこの第1のところのここがすっごいあとちょっと第2子の方が分かりやすいかなここのね、何でもいいんだけど、ここの中指のこの下から2番目と、ここはね、ここはなんか腫れてるとするじゃん、はあ、っていう風になったら、だから精神はなんかどっちかっていうともう最初に降ってくるみたいな感じですか、それに対して計画を立てるみたいな段階がありますよね。でそれから実行するみたいな段階があるとすると、その時にこの場合はだから脳とここが、はい、だからここが腫れてるっていうことは、ここがもうだからもうフィルターが詰まってるみたいな、そういう風なイメージになるから、アイデア計画までは立てたのに、その後実行するのにいっぺん止まっちゃうみたいなっていう感じとか、はい、でそれでもそれまでアイデアがそうやって落ちてきたのにわざと計画を立てないと思いますよね。そうするとそれってだからその指の形の仕方が出方が変わってくるみたいなっていう感じになるわけなんですけど、これはこういうふうにして書いてますが、僕が教わったのはこうちょっとこれとは違う、でもこの3節には必ず意味があるんだっていうことを教わるんですね。でフィルターにも必ず意味があるんだっていうことを、まあ、教わるっていう、そういう感じなんですね。だからもう手の線見てないでしょ全然。これ全部今言ったやつ全部見てから、後で手の線バッて見てみたいな感じになるだけ、だおまけです手の線っていう感じですね。はい、であとこの薬指の話と人差し指の話がありましたけれども、はい、人差し指が長い方が、はい、女性的です、はい、で薬指が長い方が、はい、男性的と、はい、いう感じで、僕はもうそのままこれこっちになりますけど、男性の方になりますけど、はい、でこっちとこっちが違う人もいますよ。右手と左手があれが違う人もいますから、ああっていう風なことも考える。でそれに、まあ、東洋テストやつみたいなね、私がやってる東洋テストみたいなやつを足したら、はい、それで、まあ、読みがさらにこう深くなっていくみたいな感じなんですけどね、はい、そして、まあ、一応線の方ってこともね、皆さんご存知のやつを簡単にお話ししておきますけど、ね、メインのラインですか、基本線っていうのはまあ3つあります。感情線、知能線、生命線っていう、はい、やつですね、はい、まあ、これは皆さん、ご存知じゃないかなというふうに思います。で感情線っていうのはここにあるやつよね、はい、でコミュニケーションとか話し方とか、感じ方みたいな、そういうのを表す。だから右脳と左脳の関係に近いですね。で知能線っていうのは、ここにあるけど、はい、判断決断分析計画、男っぽい感じだね、はい、っていうふうなイメージのラインが、知能線っていうことになります。で生命線っていうのはここに何年生きるみたいな話を皆さんねしてると思いますけど、これが生命線っていうふうなやつで、この生命線も、はい、どう読むかっていうのはあるんですけど、なんちゅうかな、最初はですね、
変になんか暗記してこういう風な線はこういう読み方とか、だからその手相学をやってる人ってなんかそれを全部なんか教科書みたいなやつで全部見てその線のね形とか見て丸暗記してるっていう風に思う人がいるかもしれませんが、そういう風にしてやる必要ないです。はい、もうねそのね素人の感覚が大事で、そこから発想を作り出すみたいな感じ。一番簡単で言えばこんな手相書載ってないけど、途中でさ途中でこのこの辺でね、例えばさ生命線のところに、はい、一本あの小さいラインででもいい記事もそのまま二股で分かれてもいいわ、はい、っていう風な感じで、分かれてるというふうにするとするじゃん。もうそうしたらそれだけでも、あとはねもう素人のイメージが大事、もうそれだけであ離婚するんだと思えばいいかもしれないし、はい、ね、はい、もう命が二つになったみたいなイメージだと、どうしようどういう解釈やろうっていうのをただそのまま考えればいいっていう、はい、だけなんで、はい、そこにね最初はねルールとかあんまいらないです。連想ゲームが成立すれば OK、はい、それをどん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 何回も何回も何十回も何千回もね、はい、やっていく中でそれで興味持ったら、あこういう読み方やこういうパターン振るからあるんだっていうのを学ぶのはいいですけど、最初はそういう風にしてやっていくと全然、ね、頭入んないし、知らない人が絶対に何もできないじゃんっていうことになりますから、最初やるときはもっとお楽しみ要素じゃないけどね、そういうのをちゃんと入れた方がいい、その方が当たりますので、はい、そういうことは意識してくださいっていう感じかな。でこれ感情線、頭脳線、まあ知能線でもいいけど、で生命線ということになりますけど、あとよく見る線として有名なのが覇王線ってやつですね。はい、三奇線っていう言い方もしますけど、この手首のここから、はい、伸びている3つの指3つ、中指、薬指、小指に出ている3本の線、はい、これが覇王線っていうやつになります。出てない人は出てない、出てない方が多いぐらいですから、はい、でこれが出てる人は一応これは吉相です。とてもいいそうだと、はい、でなんでこれを出すんだって、俺覇王線めっちゃ強いからただそれだけです、はい、めっちゃ褒められるぐらい私は覇王線が強いので、はいはい、っていう感じですね、はい、で真ん中中指に向かう線を運命線って言って、薬指に向かう線太陽線って言って、小指に向かう線財運線っていうふうに、まあ、言うんですけれどもまあこの3つがね、まあ、濃ければ濃いほど、はい、基本的には、はい、まあいい線だと吉相だというふうに、まあ、言われることが多いですね。これはまあ簡単に見れるし、はいはい、薄い濃いでね、はい、見れるから、まあ、覚えるのも簡単でしょうということで、はい、まあ、いいラインっていうことになるかなというふうに思いますね。はい、で、あとですね、こう手の中に惑星がある。だからさっきの占星術を勉強しないとこの読み方ができないですよ。西洋手相って占星術にやらないと分かんないですね。はい、でその領域があるんですよ、ここに、はい、水星、太陽、土星、木星ってなって、この知能線のところは火星、この火星はイメージつくんじゃないかな。これ知能線のラインになりますから、この知能線のラインのところは火星っていうのは、だからマーズが男のね、あの神でしたよね、はい、戦争の神でしたから、だから知能系みたいな、頭脳とか理性みたいな、あのなんや、その左脳みたいなイメージかっていうイメージだったら、なんとなくわかるんじゃないかなと思いますけど、それよりはね、大事にするのはここの、ここ親指の付け根、ここ金星球っていうここと、あとはこっちの小指側のところ、月球ってところ、ここがすごい大事、はい、でこれを、まあ、よくワクワクゾーンとかっていうしてね、天海沢さん言うんだけど、ここが厚いか薄いかがすっごい大事。ここが薄い人はもう破滅だと思ってください。はい、ここが薄い人はもう忖度の限りを尽くして人生みたいな、そういうイメージ。ここが厚い人は自分の思ってる通り正直に生きれてるような、そういうイメージで伝えてください。で細い人でもちゃんとやれてる人はちゃんと厚くというか、その手に応じて厚くなる。太ってたらなんかとにかくブニョってしてる感じするのは当たり前の話なので、細くてもなんかこうなんかなんていうかな、ふくよかさというかなと言いますか、そういう感じのがある、はい、っていう感じの手になりますので、はい、まあ、そういうことも考える。あと爪ですね。爪は、さっき言ったここ精神だから、一番上からなんかちょっと降りてくる感があるような、そういう場所っていうことにこの第一節はなるんですけど、爪はこれはアンテナみたいなもんです、はい、だから先住民の爪ね切るわけないんだけれども、野生動物もそうだから、僕はだからこの手相の概念としな延長で爪は伸ばしなさいっていう風にして言うんですよ。だから女性とかが手爪切る人いますけど、それはだからアンテナを切ってるのと一緒ことなんで、
はい、だからまあそれ仕事からしょうがないって人いるかもしれないから、そしたらね、ただおしゃれする時だけもいいからつけ爪つけるなりなんなりとか、それをやる方が意味がありますよ。で爪がね、まず問題は爪が小さい人です。小さい人はこれ普通に考えても栄養不足を表してるんだけれども、はい、爪がシワシワになってるって言ったらもうだからアンテナシワシワになってるみたいな、そういうイメージになりますし、爪が大きい人はだからこう受け入れる力っていうか、こうなんかあのアンテナ張ってるみたいな、そういう感じになりますから、はい、そういうことを意識して、まあ、見るっていう感じですね、はい、さてさてそんな感じなんですが、はい、あと10分なんで、あと10分で、まあ、講義的には終わりになりまして、でその後、まあ、食べながら多分みんな 手見合いながらなんかね食べてるんじゃないかというふうに思われるんですが、ちょっと誰か読みますか。はいはい。なんだやっぱ手が一番上げるんよね。はい、例えばね今こう手を上げてますよね。はい、でこう手を上げた時に今これ右手ちょっとこうしようか。ね。ズームの人見える、はい、でこれで見た時に、どんな風にして指をまず感じるかで両手出してほしい、本当は両手出してほしいんですけど、はっていう風になった時にこう出してる人ですよ、極端にやるとこう出してる人ですね、はい、中指と、薬指がくっついてて、何やっけ、人差し指と中指が離れてて、でその小指が、また薬指と離れてますよね、はい、でその小指が右にえらいひん曲がってますよね、小指の大節が、はい、すごい内側にひん曲がってますよね、はい、まずそれがどういう意味なのみたいなのを考えなきゃいけない。でこれ右手だから顕在的な今とか今自身ね、顕在意識的なものを表してっていうことになりますけど、まあこれだけ見るとね、はい、見るとよく言えば、自分と旦那はそこそこ仲がいいというふうには言えるわけで、これでね、よく解釈すれば。なんだけど、子供はないがしろみたいな。っていう、そういう感じなんで、子供はないがしろなんだけど、子供ないがしろにされてる子供がお父ちゃんとお母さんと寄っていきたくてしょうがないみたいな、そういうふうな感じの手みたいなイメージで考えなきゃいけなくて、でそれで、これこっちも一緒なんだけども、どうやら、あ、でもこっちも同じような、形になる。でもこっちの方が多分右手の方が寄り方が、ね、こっちに寄ってる寄り方とかが、はい、なんかちょっと激しいっていう、はい、感じがありまして、であと、指の形以外でいうとこの薄さ厚さみたいなっていう風な話と長さみたいな話がありましたけど、まあ、手のひらと比べても多分短いっていう形になってますから、さっきの話で言うと即断即決みたいなそういう話なんだけど、問題は多分だからその月球と金星球、はい、多分これで見るとここが一番薄いんじゃない？こっちかな？ここはもうカスカスやもんだって。カスカスやもん。薄いんやもん。ここが薄い。パッて出してる、はい。僕の手ちなみにこんな感じですね。はい。こんな感じ。っていう感じやけど、まあこれ男だからっていうのもありますけど、これ痩せてもね同じなんですよ、はい、っていう感じで、はい、まあここがこう熱い感じ、はい、ふくよかな感じがある人は、はい、まあ、ワクワクして生きてられる、生きて今生きてますねっていう、はい、言えるんだけど、そうじゃここ薄いともうカスカス、忖度だけの人生みたいな、そういうイメージ、はい、捉えてもらえる、はい、いいかな。で女性って結構男性系の手をしてる人、男性系っていうか何ていうかな、指が短くてなんか スラッとした手っていうんじゃなくて、はい、ちょっと短い感じみたいな、その方がちょっと男っぽい感じがあるんですけれども、はい、まあ、そういうような手してる人結構多いですね。で男は実は長いみたいな感じの人も結構おって、結構男女 逆転してることも、うん、結構な数ありますから、はい、別に逆転してもいいんですけどね、まあ、そういうところもよく見たりとかしますけど、他の人、はい、まあ、例えば彼女両方出してほしいけど、まずこれで見るとね、まずもうこの段階でちょっと前にこの手かこれもそうやな、こっちも見ててもそうだけど、ちょっと前に倒れてるよね、こういう感じ、倒れてますよね、はい、っていう感じ。それで小指がえらい後ろに張ってる、こういうふうにして後ろにこうやって張ってる、
極端にするとこういうふうにこっちはねこう出してますね、こう極端な話で言うとこういう感じで出してて、でこれはこうして出してるみたいなっていうふうな感じだから、だからこれんとこれで こっちに、薬指が、こっち側に寄ってますので、はい、でそれ自分が中指でしょ、でこれ右手やから自分が中指で、あの伴侶が何、ね、だっけ旦那っていうことになりますけど、あ旦那を虐げてる人みたいな旦那を虐げてさらに言葉をこうやって後ろもじゃあ自分の一家で王様は自分みたいなイメージとかそれぐらいのイメージはちょっとあってもええぐらいっていう感じなんだけど、これでこれで見るとこれ さっきよりもどうかな、あと親指がこっちに左れてるの分かりますか、はい、左手がこっちに向いてるんですよ、すごい簡単に。とでこっちの方が向いてない、はい、だから親がこっちを向いてるか向いてないかみたいな、親です、これ親ですから、右手の親指は自分の親を表してますからね、はい、でそれが自分を向いてるか向いてないか、向いてるっていうことは向いてるっていうふうに普通に捉えてもいいですけど、向いてほしいっていう場合もあれば、はい、一緒にうまくできてるっていうのもあれば、親がなんか寄っていきたいっていう意思表示っていうふうにも捉えられますし、はい、まあでそれが逆にこういうふうにして何こう逆にこうめっちゃこう親指が離れる人もいるんですよ、それだけでもうなんか社会と親も確実してるみたいな、で自分の方に寄ってこないみたいな、でそうするともう 親と自分はそもそもなんか断絶じゃないけど、はい、もう意見が合わないみたいな感じとか、ね、まあ、そういうふうに捉えることもできるじゃないですか、はい、っていうかこれ今見たらもう余計こ ちょっとこうなってきた余計こうなってきたっていうふうな、はい、感じがあって、でこれ左手の方がこれパッと見光の問題かな、はい、パッと見で見たらこっちの方が熱い、こっちも熱いですか、この月球ゾーンで言ったら、はい、こっちの方が薄いかな、こっち、あでもそうでもないな、これだ、この手のここのちょっともう一遍まっすぐしてもらって、これここへこんでますよね、はい、ここねへこんでますから、はい、そこは何でそうなってるのか分かりませんけど、はい、ここが丸くなってる、こっちがこっちか、こっちが丸くなってるのに、こっちはちょっとそこへこんでるんだよ、肉もへこんでる、月球がへこんでるんだから月球へこんでる意味なんやろみたいな、はい、そのワクワクの女性性の感性感覚っていう風なものを出すっていう領域がへこんでるっていうことだから、うん、まあ、一番簡単に考えると、だから楽器の頃ですね、1歳2歳ぐらいの時、2歳3歳とかその頃の親の抑圧とかそういうのをちょっとパッと考えなきゃいけないみたいなイメージになるんだけど、はい、でそれだけではそのだけで解釈できるわけじゃないから、いくつかその可能性は考えなきゃいけないけど、まあそんなようなイメージで、はい、考えて、これそ、あ一応マスクかけじゃないですか、はい、あ両手マスクじゃないですか、はい、両マスクかけっていう段階でもすごいもう王女様的な感じで強引な感じがないと両マスクになるわけないし、ね、っていう感じだね、マスカゲって王者の層みたいな感じで言われますけど、別にマスカゲ王者の層じゃなくて頑固層の筆頭なんですよね、はい、それが結局 世で成功する人が多いからマスカゲがそういう風な成功層とか王者層になっただけの話であって、もともとは成功する人イコールマスカゲではないっていう感じです、はい、でちょっと裏ちょっとね裏の方も、はい、見せてもらって、これで見ると例えばね、今だから表ばっかり見てるからちょっと裏見ますっていう感じになりますけど、ここね、これ今だから右手なんですけど、右手のここにちょっとなんか青いあざみたいなやつがありますよね、はい、でそれ今最近怪我したの、それ昔なんか昔怪我したの、そんなずっと残るっていうのもおかしいから、必ず意味があるっていうふうに捉えなきゃいけなくて、でこっちとか指のここらは指の形じゃないじゃないですか、はい、だからそうすると、まず最初に使うのはこれを人体だって見立てなきゃいけないから、だからこれは背中側ですよね、背中側、こっち腹側になりますの でその背中側っていうのがあって、その背中側の右のこの辺の感じやから、まあ体でいうとこの辺全般、はい、っていうところに青あざみたいなやつがついてると、はい、おさん、まあ、背中って取ってもいいし、ここの中にある内臓みたいな、はい、ものでも取ってもいいんですけれども、そういう風なのが青あざになってるのはどういう意味かなっていうのを考える、はい、でそうしたらそれで意味の解釈をするっていうことなんだけど、一応ね、まあ、腎臓よりちょっと場所が上やと思うので、まあ、この辺
辺かな、だから肺とか横隔膜の辺かなと思いますけど、分かりやすいからね、逆にこれじゃなくてね、ちょっとこれずれてもうちょっと下の方がいいんですけど、腎臓だというふうにすると、だから右の腎臓が青あざになってるっていうのはどういう意味って考えるか、はい、で腎臓っていうのは東洋医学でいうと恐れとか不安とかを表すし、もうちょっと広い意味で言うと水を表すんですけど、お金とかを表す場合も、あ、お金の流れとか、はい、そういうのを表すという時もあるわけなんですが、はい、それがね、はい、なんや、この出来物じゃなくてさ、青たんなってて血、ね、残ってるみたいな、はい、っていう感じだとするじゃん。でそれが右の腎臓やろみたいなっていう感じだと、右と左であって、右が男で左が女っていう話をしましたよね。はい、でそれがこれ右手でこう出てるっていうことだから、そうすると右手だから顕在意識的な領域なんで、細菌とか大人になってからの話とかで、今お金っていう解釈しましょうか。一番簡単なのはお金やから、でお金なんだけども血の問題で、血が、残ってる、青たんになって残ってる、でしかもそれお金でしょみたいな話だった。例えばじゃあお父ちゃんの遺産相続で揉めに揉めた人みたいなとかね、例えばそういうイメージで取るわけですよ。今ちょっと腎臓の場所じゃちょっとないっていう解釈なんですけど、以上分かりやすくするために今そうやって、はい、読みましたが、そういうようなこととかを見たりとかも、はい、するんですね。今さっきまでのだから読み方は、まあ、説明して今ちょっと 2,3 人やりましたけども、その感じでね、まあ、この食事もこれから来るので皆さんで読み合ってもらったりとか、まあ、私が回った時になんかちょっと聞いてもらったらパッとは、はい、見ようというふうにはしようと思いますけれども、これも最初はですね、とにかく連想ゲームです。はい、楽しんでやるっていうことが大事で、はい、基本のところだけ押さえる、この指の意味はどんな意味だったとかね、はい、長い短いはどんな意味、そこはさすがに押さえなきゃいけないけど、その後は最初はもう自由連想でいいので、はい、その自由連想から今度逆に戻ってくる、習うようになれろってやつでしょ。あ、なのでそういう感じで、これこういう意味じゃないみたいな、それ実結構当たってると思うよみたいな多いんでね、はい、そういうイメージで、はい、カチカチに考えないようにすることが大事だと思います。はい、もうそんなんであっという間に、はい、早いなっていう感じなんですけども、はい、今のズームにもチャットにも書いてありますけども、11月21日にくまちゃんの、YouTube で、別の手相の、人を呼んでライブ配信するんだって。はい、チャプリさんの話ですかね、はいはい、うち の, スタッフでミサオさんのところに、手相の弟子入りしてる、はい、からそれを使って、多分呼んでるんじゃないかなというふうに思いますけど、はい、もしご興味あったらそれ見てもらってもいいのかもしれません。はい、まあ、そんな感じなんですけども、まあはい、まあ話しだすとまだまだ、尽きることはないと思うんですけど、もうですね、気づけば12時半になってしまいましたから、講義的には、はい、今日はこれで終わりにしたいというふうに思います。で、これからランチ会が始まりますので、まあ、ランチ会の中でまたそういう、はい、手相とかで、あと本当はね、エピソードといいますか、はい、人生の流れといいますか、それと本当は照らし合わせるのが大事なんですけど、私も今日全く何も知らない中で読んでるので、本当はその読んだこととね、自分のその人生のところとどこがどう合致してて、どのことがどこに出てるのかみたいなことを考えるのが大事、はい、ですね、はい、僕もだからこういうイベンター的な要素が、ね、ある人間だからわざと聞かないでね、まあ想像してもらうようなイメージでやってますけれども、本当は照らし合わせて、はい、追求していく方が精神療法的な意味合いも出せるので大事だなというふうには思います。そんな感じで、ランチ会の中では、はい、やってもらえればいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ、それで、今日の講義自体は終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。